どうも皆さん、こんにちは。定刻になりましたので始めさせていただきたいと思います。私、ブロックチェーン推進協会エヴァンジェリストの奥と申します。どうぞよろしくお願いいたします。本日は、暗号資産ブロックチェーン技術の健全な業界育成を目的とした日本暗号資産ビジネス協会とブロックチェーン推進協会の初の共催イベントGoTo Next ブロックチェーンのご視聴にお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。今、こういった大変な時代において、暗号資産とブロックチェーン技術に携わっている我々両協会が、社会に役立つような提言ができないかと考えまして、今回、DX や Web 3.0、そしてウィズコロナをテーマに、暗号資産及びブロックチェーン業界から若くて元気のある業界牽引者をが発信していくイベントにするべく、その趣旨に快く賛同していただいた若手キーパーソン3名と、日本暗号資産ビジネス協会とブロックチェーン推進協会の両協会代表のお二人を加えて、この両協会が共催するからこそできるイベントにしたいと思っております。本日はどうぞよろしくお願いいたします。では、本日の次第をご説明させていただきたいと思います。18時より始まりました GoTo Next ブロックチェーン。協会代表理事若手キーパーソンが語る DX Web 3.0 With コロナ時代における暗号資産ブロックチェーンの可能性。まず最初のプログラムは18時5分。この開催のご挨拶が終わりました後に、両協会代表のご挨拶および対談のセッション35分やらさせていただきます。その後、若手キーパーソン3名ですね、鈴木さん、渡辺さん、平野純也さん、それぞれに、パネリスト登壇を行っていただきたいと思います。その後、19時25分から若手キーパーソン3名によるパネルディスカッション、そして7番19時55分のお知らせ、少しお知らせをさせていただきたいと思うんですけれども、それを挟んで20時より、今回後ほどご説明するんですが、スライドで QA を募集しております。その集まりました QA に対して、今回ご登壇いただいた5名の方々、皆さん登場していただいて QA セッションを行いたいと思っております。質問はスライドで受け付けております。お願いなんですけれども、無記名、匿名で、かつ、あんまり長い QA というよりかは、端的に質問を書いていただければ幸いでございます。イベント中にもたくさんの質問を受け付けております。なるべく、このイベントの趣旨に合うようなご質問をいただけると大変助かります。どうぞよろしくお願いいたします。アクセスコード11505です。この QR コードでも見れるので、スマホかなんかでかざしていただけると、すぐにそのページに飛びます。ではまず、すいません、両代表対談テーマに行ってしまったんですけれども、まず最初にですね、最初のプログラムは両協会代表による対談のお時間です。ではまず最初に、JCBA 会長の広末則之さんです。野村証券入社から、その後さまざまな企業で、取締役を歴任、現在は暗号資産取引所であるビットバンク株式会社代表取締役 CEO であり、日本暗号資産取引業協会、JVCEA ですね、の理事も務められています。実はブロックチェーン推進協会、私が所属する協会なんですけれども、にあったブロックチェーン大学校の創設者でもあります。私も受講いたしました。難しかったです。では、まず日本暗号資産ビジネス協会の会長の広末則之さんよりご挨拶とともに、協会についての概要や活動内容のご紹介をお願いしたいと思います。お願いいたします。はい、かしこまりました。私、JCBA の会長を務めております、
広末と申します。皆様こんばんは。私の方から簡単にですね、JCBA、日本暗号資産ビジネス協会の、概要についてですね、少々お時間を頂戴してご説明させていただければと思います。ちょっと画面共有させていただきます。皆さんご覧になられてますでしょうか。大丈夫ですかね。はい、見えてます。大丈夫です。ありがとうございます。それではご説明させていただきます。まず私ども JCBA、一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会でございますが、設立からですね、ほぼ丸4年が経過しておりますが、趣旨としましてはですね、銀行証券会社金融商品取引事業者が、日本国内において暗号資産、ビジネスをはじめとした、テクノロジー、会計、レギュレーション、証券の面から必要な情報の調査、研究、知見の集約、意見交換を積極的に行って、業界の健全な発展を目指すために、設立をされました。はい、で目的としてはですね、我々事業者の団体なので、あくまで目線としてはですね、ビジネス側としての目線に立ってるんですけれども、いろんな分野がこの業界ございまして、いろんなですね、分野の方々たちが集ってですね、それぞれのその知見を集約することで、より良いその、業界のですね、道筋をつけたりだとか、あるいは、毎月これを行ってるんですけども、勉強会なんかを通じてですね、それぞれその知見を高め合って、これもその、みんなでですね、いろんなこう論点を洗い出したりだとか、そういうことをやりながら一つのその、道筋を作っていく、はい、それから、ですね、この、業界の、よりその理解を深めていただいたりだとか、業界が発展するようにですね、いろんな団体、あるいはいろんな政党なんかにもですね、コミュニケーションを取ってですね、我々のその業界の普及に向けたさまざまな活動を行っています。はい、でこちらが遠隔なんですけども、2016年ですね、ちょうど日本でもですね、暗号資産の取引所みたいな 業態というのがいろいろ出てきた中で、やはり事業者としてですね、きちっとこう襟を正していく必要があるんじゃないかと、あるいは、分散したその知見というのをこう集約をして、よりその自分たちのですね、考え方っていうのことを消化させていった方がいいんじゃないかということで、2016年にですね、一般社団法人仮想通貨ビジネス勉強会っていう形で勉強会っていうのをメインに発足をいたしました。その後2017年ですね、改正資金決済法第1回ですね、あれによっていわゆるその仮想通貨法なんていうふうに言われてるやつですけども、これが施行になりましてですね、仮想通貨交換事業者っていうのが登録制っていうことになって、でそれに伴っていわゆる自主規制団体 の設立っていうのが言われた時期でございます。で、そこに伴ってですね、私どももその自主規制団体っていうのがまだ定まれてなかったんですけども、自主規制のルールのドラフトなんかっていうのを作ってですね、それに準備をしておりました。そして2018年ですね、一般社団法人日本仮想通貨ビジネス協会に改組しまして、それと同時にですね、自主規制団体である、JVCA がこう発足をされたということであります。でそれに伴ってですね、私どもがやっていたその自主規制の活動っていうのは JVCA にこう移管をして、私どもの活動としてはですね、その自主規制以外のところの主に啓蒙のところですねにフォーカスをするというふうな制になっています。そして昨年はですね、第、2回目のですね、法改正の話っていうのも出てきたこともありまして、セキュリティートークンに関するその、提言書とか、デリバティブに関する提言書、あるいは、管理に関わるその提言書なんかっていうのをですね、主にその分部会のメンバーで集まってこういうものを提言書を作りまして、主にその金融庁にですね、提言に行ったりだとか、あるいは、これも 長いこう毎年のテーマなんですけども、税制改正なんかにですね、これなんかもその提言を行ってきたということであります。で今年はですね、さらに今までの活動っていうのを強化をすべくですね、ステーブル部会だとか NFT 部会だとか、いろんなその新しい部会っていうのをこう設立をしまして、新しい論点についてもですね、同じようにその知見を高め合って、論点を洗い出して、
まあ、それに対して、まあ、自分たちでその自主規制の中につながるようにこう JVC に提言したりだとか、まあ、そういうような活動っていうのをさらに強化をしていきたいというふうに考えている次第でございます。はい。で、現在ですね、正会員が31社、準会員が今日また1社増えまして72社、で、特別会員が4社ということで合計107社ということでございまして、結構な規模な団体に成長をしております。はい。で、こちらがまあ正会員の一覧ですね。はい。やはり暗号資産のビジネスで一番今大きいところというのは交換業者なので、まあ、交換業の方、非常に多いです。はい。で、準会員はですね、まあ、そこから、まあ、いろんなそのブロックチェーン系だとか、税務系だったりだとかですね、まあ、いろんなその関わる事業に関する会社さんというのがこう集っていると。はい。で、特別会員としては、プロフェッショナルですね、森浜、アンダーソン・モーリー、片岡、それから PWC ですね、プロフェッショナルについていただいて、まあ、各論点なんかのアドバイスをいただいていると、そういうような構成になっています。はい。で、これは毎月やってる勉強会なんですけども、毎月ですね、会員向けにですね、こうテーマを決めて、で、それぞれの、まあ、第一人者に参加いただいて、それぞれのテーマに関して議論をこう行って、基本的に、まあ、そこの、テーマに対するその一つのこう意見だとか、まあ、そういうものっていうのを発信をしていると、まあ、いうことでございます。はい。そして、これがですね、結構、非常に重要だと思っているところなんですけど、各大きなテーマに関してですね、分科会っていうのを作ってます。で、各会員のですね、有志を募ってですね、各テーマに関して深掘りをして、まあ、最終的にはその提言書というところまでこうまとめるような動きを行っています。まだまだですね、法律は定まってるんですけども、実務的な運用上ですね、まだ不明確な点とかっていうのは結構残されているわけですね。で、特にそういうところをですね、潰していって、各事業者っていうのが、まあ、よりこう運営しやすいような、事業を行いやすいようなこうフレームワーク作りなんかを行って、まあ、こういうものをですね、できた提言書っていうのを、各監督省庁だったりだとか、JVCA だったりとか、まあ、こういうところに提案をして、まあ、我々としてのその知見っていうのを、共有をして、業界の発展につなげたいという思いでやってるということであります。はい。で、その他ですね、まあ、いろんな団体だとか、議会だとか、まあ、いろんなものっていうのがあるんですけども、まあ、そういうものに対してですね、積極的にこうコミュニケーションを取ってですね、今我々がやってる活動の内容であるとか、まあ、将来だとか、まあ、こんなことっていうのを、お伝えをして啓蒙活動を図ってるということであります。はい。そして今年のですね、大きなテーマとしてはですね、まず、例年通りですね、まあ、勉強会、文化会なんかのネットワークを通じて、まあ、知見集約、会員数向上のプラットフォームとして機能したい。で、2つ目がですね、やはり我々の業界というのは、やっぱりまだ社会の認知っていうのがまだ万全ではないというふうに思ってますし、やはり、実際に我々の業界がですね、社会にとって、非常に有益であるというようなことっていうのは、やっぱり実証していく、事業者としての責任というのがあるんじゃないかなと思ってまして、そういった意味で、暗号資産のユースケースの発信だとか、社会的有用性の提言なんかっていうのを積極的に行いたいというふうに思ってます。そして3つ目として、今回も BCCC との連携もそうですけども、JBA さんですね、なんかとも連携をしましたので、まあ、そういう各団体とですね、連携を取りながら、一体となってですね、普及活動に邁進をしたいというふうに思っています。はい。それから、まあ、詐欺に関する注意喚起だとか、まあ、地方創生ですね。まあ、こういうところにも関わっていきたいと思っています。はい。で、最後ですね、暗号資産関連ビジネスへの発展の取り組みということで、先ほど申し上げました通り、分科会をですね、これ、テーマがあることにどんどん蘇生をして、提言書っていうのを作ってですね、まあ、こういうビジネスがやりやすい環境づくりっていうのを一層図りたいというふうに思います。それから、今年もですね、まだちょっと実現をしてないんですけども、やっぱり産業の発展のためにはですね、やっぱりその税制改正っていうのが非常に重要だと思ってまして、税制の要望ですね、まあ、各種提言なんかっていうのも、まあ、今年も継続をしてですね、行っていきたいというふうに思っております。はい。まあ、我々の歴史も古くてですね、特にその同じブロックチェーンでもですね、パブリックブロックチェーンの方にどちらかというとこうウェイトがあるわけですけども、
こちらの分野でですね、より社会の理解をこう広げて持ってもらって、で我々自身もですね、どんどん知見を集約をして、いい産業にできるようにですね、一体となって頑張ってもらいますので、皆様ご支援のほどよろしくお願いします。以上、私からのご挨拶として返させていきます。ありがとうございました。広末さん、ありがとうございました。ありがとうございます。続きまして、 BCC 代表理事の、平野陽一郎さんです。アステリア株式会社代表取締役社長であり、このアステリアにおいて日本のブロックチェーン技術、黎明期の時からマイクロファイナンスでブロックチェーンを使った当時世界初の実証実験を行い、最近ではバーチャル株主総会の議決権行使の仕組みにブロックチェーンを適用したサービスを始めるなど、つなぐをテーマにブロックチェーンを使った非中央集権型の社会を目指した取り組みを行っておられます。また総務省経産省のブロックチェーンに関する各種検討会、そして最近ではブロックチェーン官民推進会合の委員など行政での活動も数多く務められております。ではブロックチェーン推進協会代表理事の平野陽一郎さんからご挨拶とともに、協会についての概要や活動内容のご紹介をしていただきます。よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんばんは。はい、私の方から今度はですね、ブロックチェーン推進協会の方のご紹介を申し上げます。ブロックチェーン推進協会ですけれども、こちら、BCCC と略します。これはブロックチェーンコラボレティブコンソーシアムの略なんですけれども、私たちの団体は目的はあらゆるビジネスにブロックチェーンの力をというものがスローガンとなっております。あらゆるビジネスですから、 JCBA さんが特にクリプトカレンシーに注力されているのに対しまして、クリプトカレンシー、まあ、現在でいう暗号資産も含むさまざまなブロックチェーンの応用を推進する、そのような団体です。現在 BCCC の加盟企業数は216社。例えばこのような皆さんがご存知の企業も入っていらっしゃいます。特徴的なのは金融系だけではなく、さまざまなユーティリティ系、エンターテインメント系などなどですね、さまざまな業界からの参加があるということです。実際この加盟法人の状況ですけれども、上場企業が約4分の1です。ブロックチェーンの領域はどうしてもこの信頼というものがですね、なかなか得られなかったり、もしくは本当に大丈夫かと、なんか、最近始めたような人たちばっかりでやっているけどと、まあ、こういったことを言われることがあるんですが、上場企業が約4分の1。そしてまた時代の牽引役となっているスタートアップ、こちらの方が少し多くて約3分の1という形になっています。このようなメンバーですね、ブロックチェーンをあらゆる方面に普及させようということを進めているわけですね。私たちの主な活動は5つあります。メンバーの中で最新の正しい情報を共有をする、社会に対してブロックチェーン普及啓発をしていく、そしてブロックチェーンの適用領域を拡大する、さらには海外の同じような団体と連携をするということ、そしてブロックチェーンの牽引力となるスタートアップの促進を行うということです。実際この私たちが暗号資産だけでないという点で言いますと、このフィンテック以外にもさまざまな領域にブロックチェーンが使われています。私たちが取り組んでいるものだけでも、流通のトレーサビリティ、そして製造の検査検証データ、もしくは公共の公文書議事録の、まあ、捏造改ざん防止、そして医療の電子カルテなど、さまざまな応用領域があるわけです。そのようなさまざまな応用領域に対して、私たちは部会活動というものがこの活動の主たる存在となっています。現在10の部会があります。まずこちらに4つ示しておりますが、
世の中に正しいブロックチェーンの情報を広めていく広報部会、特にメディアとの連携を重要視しています。そしてブロックチェーンのスタートポイントであります金融部会、こちらは金融関連業務への適用を推進いたします。そしてスマートシティ部会、これはマスですとかスーパーシティなどの新しい社会形態に応じたブロックチェーンの適用を研究しています。リスク管理部会ではブロックチェーンにまつわるさまざまなリスク、こういったところを研究しシェアしているという部会です。次の4つですが、技術応用部会、こちらは数あるブロックチェーン、こちらを技術者の皆さんとハンズオンで体験をしながら知見経験を深める部会です。教育部会、ブロックチェーンの技術者やプランナーの育成、こういったところを推進しております。トレーサビリティ部会はまさにトレーサビリティの領域にブロックチェーンを活用するもので、さまざまな実証実験も行っています。トークンエコノミー部会、こちらはトークンエコノミー、近未来のですね、トークンエコノミーを実現するための実証実験、そして研究などを行っています。最近できた2つの部会をご紹介します。一つがゲーム部会、ブロックチェーンゲーム、今日このイベントに参加されている方は ご存知かと思いますが、最近ではブロックチェーンを使用したゲームというものが増えてきています。ブロックチェーンを使用したゲームを安心安全に楽しむことのできる環境、これは単にゲームの中だけではなく社会の中での法律、いろいろなガイドラインとも適合した形で進めるということを意図しています。最新のものがステーブルコイン部会、BCCC 独自の暗号資産である ZEN を、さらに普及推進させていくための活動を展開しております。 ZEN というのは、企業で使える旧仮想通貨現暗号資産、こちらを作っていこうという社会実験です。現在フェーズ1を終わりまして、フェーズ2のプランニングを行っているという状況で、ステーブルコインの一つとしてこれを実際に実験から実用にしていきたいと考えています。また私たちコンソーシアム外での普及啓発活動もいくつも行っております。こういったセミナー、最近ではウェビナーなども行っている状況です。海外の視察、これは去年のシンガポールの状況ですが、シンガポールの金融庁、さらには大学、現地企業などを視察いたしました。今年はコロナの状況でこれは実施できていませんけれども、海外との連携も深めています。さらに私たち自身での大きなイベント、ブロックチェーンコラボレティブデイ、年に一度私たちだけでなく指揮者ですとか観光庁の責任者、そして学校関係の方々、こういった方々も招いて日本のこのブロックチェーンシーンを盛り上げていく、このような会です。そして今日この会が実現したのは JCBA さんとの協定によります。ブロックチェーンという共通のテーマを持ち、そして異なった領域に対して推進をしていく、当然ブロックチェーンですからさまざまな接点があり、それぞれの活動で相互乗り入れして国内国外向けてこのブロックチェーンを推進していくというところで同意をして、今日のイベントも開催をしております。以上、ブロックチェーン推進協会、簡単にご説明を申し上げました。現在200社以上のブロックチェーンに興味のある、そしてそこにビジネスを広めていきたい企業でこの協会を運営しております。特にスタートアップの皆様には年会費1万円ということで非常に参加しやすい協会となっておりますので、今日お聞きの方でまだ未加入の方々、ぜひジョインして日本のブロックチェーンシーンを推進していこうではありませんか。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。平野陽一郎さん、ありがとうございました。すいません、今日は平野さんがお二人登場されてますので、BCC 代表理事平野陽一郎さん、ハッシュハブ CEO の平野純也さんというふうにご紹介させていただきます。平野さんのご紹介の時にすいません、めちゃく
くちゃ噛んでしまって申し訳ないです。もう二度と噛みません。もう二度と噛みません。この、21時までは。ありがとうございます。ではここから、はい、両代表の対談形式での、トークセッションを行いさせていただきたいと思います。私の背景の方に出ております。あ、私あのポストイットで消えますので、あのここの3つのテーマでお話しいただけますと光栄かと思っております。もう順番はあのいかようにでも、でお時間、はい、あと15分18時40分までの予定になっておりますので、もしよろしければ5分に1テーマみたいな形で、はい、これそうですね、ご質問難しいですね、はい、なかなかね、はい、ちょっとあの平野会長からちょっと切り出していただけると幸いです。はい、なかなかね、あの高尚な感じのテーマいただいてましたね。はい、一つ目が直近 2,3 年後暗号資産およびブロックチェーンが与える影響、二つ目がウィズコロナ時代における両協会代表の見解、三つ目が若手起業家や次の世代へ期待を込めたメッセージ、各5分ということですが、うん、じゃあこの順番で広瀬さん、はい、大丈夫でしょうか。かしこまりました。はい、じゃあ私からいきますか、うん、直近 2,3 年に与える影響ですね、うん、あの、まあ、直近 2,3 年ということで言うと、やっぱもう今年の年初に言ってたことと現在ってまず違うんです。わかります。全く読めませんね。一番のやっぱ影響はコロナですよね。うん、そうですね。このコロナというものはもう、あの、まあ、この次のテーマにもあるようにウィズコロナということで、やっぱ避けて通れないものだし、まあ、全てのものに影響するということを、まあ、感じています。うん、その中でどうでしょうかね。つまりその新しい環境に対して、もしくは新しい社会様式に対して、ブロックチェーンが何が貢献できるか、あ、これ2番のテーマになってしまうんですけど、うん、はい、ということにもなりますが、もともとコロナがないとするとですね、今年、まあ、話題になっていたのは BCCC としてはステーブルコイン、これはあの部会も立ち上げてしっかり取り組んでいこうということをやっておりまして、去年のリブラなどに代用されるようなですね、ステーブルコインとは一つムーブメントになり、まあ、2023年でですね、ある程度のポジションを得るんではないかと考えていました。まあ、その横にあるのが、CBDC ですね。で、やっぱりそのセントラルバンクが、出すデジタルカレンシー、これが、まあ、中国などはかなり具体化しているというところで、まあ、これがあのどのようになるか、ステーブルコインとして、まあ、暗号資産として世の中でだいぶですね、実現、されるものになってくるんではないか、もともとのその通貨としてのですね、役割を持つんじゃないかと、まあ、こういったところを考えてましたけど、うん、広瀬さん、いかがですか。いやいやいや、あのこれですね、実は計らずも、はい、私も全く同じことを考えてました。はい、あのちょっと細かいそのいろんなこう影響っていうのはもちろんあると思いますし、はい、あのまあ、暗号資産ブロックチェーンが果たす役割っていうのはとてもあの大きいというのは確信なんですけども、うん、あの比較的こうあの、まあ、ホットな話で 2,3 年ということで言うと、やっぱりあの CBDC、はい、それに付随するまあステーブルコインっていうのが、はい、やっぱり結構あの割とこう影響値が広いというかね、うん、ということでこうあの社会にインパクトが起きるんじゃないかなというふうに思ってて、でこれあのもうあの特にやっぱ中国がもうあの今いろんな報道でね、もうそのローンチ間近っていうところにこう、うん、あのというふうに言われてますけども、あの一気にこうあのリテールとかまであのこの中国版 CBDC っていうのをこうあのやってきた場合に、うん、まあ、例えば我々もこうあの日本でこうインバウンドなんかで、いや、あの中国版 CBDC が使えないとダメなんだよみたいな、あの昔の昔というか銀霊カードみたいに、はいはい、デフォルトみたいになってきた場合っていうのは、うん、結構その CBDC、 中国版 CBDC っていうのがわーっとこう広がっていく、うん、あの可能性があるとすればですね、うん、あの結構あのこれはあの、まあ、中国以外の特に先進国なんかには、まあ、一定の脅威がこうあるんじゃないかなというふうに思っていて、でそういった意味ではあのあの日本もね、あのすでに
勉強会なんかを通じて研究が進んでるというふうな理解なんですけども、うん、やっぱり中国のスピードっていうのはとてもやっぱり速いので、日本なんかもですね、少なくともその POC レベルっていうのはどんどんやっぱりやらないといけないんじゃないかなっていうのは、そんな感じを思ってます。これはいろんなステークホルダーがいるんで、こうちょっと大変だとは思うんですけども、うん、やっぱりその、中国にこう新しいデジタル通貨のとこっていうのをやっぱり覇権が捉えると、うん、まあ、これはその国家レベルのやっぱり問題になってくるんじゃないかなっていうふうに危惧しているので、でそういった意味ではここが非常に大きなテーマになるんじゃないかなというふうに思いますね。はい、そうですね、おっしゃる通りだと思います。まあ、これ技術の流れでね、私たちの団体はどうしても見がちなんですけれども、うん、結局これが普及するかどうかって側面って、まあ、日本の場合どうしてもこう外圧みたいなのが多かったりするんですよね、うん、やっぱり今去年はリブラで騒いでましたけど、やはり目の前で現実的に何でしょう、影響の大きいものはやっぱり中国ですよね、うん、デジタル元で、これやっぱり政府も、まあ、日本政府というよりそれ以前にやっぱアメリカが考えざるを得ないから、そうですね、合わせてやはり日本も考えざるを得ないというようなところあると思いますし、あとアメリカと中国でいうと、やはりこの、まあ、戦争とは言いません、貿易戦争といったようなところが顕在化している、顕著になっている中では、やはりあれですよね、中国の本土だけじゃなくて一帯一路あたりでこれが使われるということになると、うん、やっぱ世界秩序までちょっと変わってくるようなところって、そうですね、見逃せないですよね。はい、なので、うん、私やはり これ推進するのとやっぱとても難しいというふうな理解ではあるもののですね、やっぱりその中国のスピードを見ていると、あっという間にこう浸透する可能性っていうのもやっぱり秘めてるので、うん、そうですね、そこに関してはやっぱりこう我々業界だけではなくて、結構やっぱり社会全体にとってやっぱりこう考えざるを得ないようなテーマなんだと思うんですよね。でそれに伴ってまた関連ですけど、ステーブルコインなんかもやっぱり今の暗号資産っていうのはやっぱり決済ちょっと、まあ残念ながらちょっと不向きなところもあるので、うん、まあ、そういった意味ではそのステーブルコインという形になってこう出てくるわけですけども、先週だったかな、ヨーロッパの方でもやっぱりステーブルコインは禁止すべきだみたいなこう話もあってですね、やっぱりこうそのこう取り扱いとかに関しては、まあ、同じようにですね、ちょっとやっぱり議論が出てくるんじゃないかなというふうに見ていて、やっぱりこう、はい、なかなかこうやっぱ新しい技術っていうのはやっぱりその既存 のステークホルダーに関してもやっぱりデメリットの部分っていうのはやっぱりありますんでね、まあ、そういった意味ではこういろんな調整を経てこう浸透してくるもんだとは思いますけれども、まあ、ここ2、3年っていうところで言うと、やっぱりそのあたりっていうのが、どうもその大きな議論を呼び起こしそうな感じがしますよね、やっぱり。そうですよね。うん、ちなみに、広末さんは、はい、このステーブルコインに関して、コロナというこの現状は、はい、前倒しに動くと考えられるか、後ろ倒しに動くと考えられるか、つまりアクセラレートされるか、ブレーキになるか、どちらと見てらっしゃいますか。そうですね、基本的にはそのアクセラレートされるような動きだというふうに思います。っていうのはちょっと2番目のお話にもつながるかもしれないんですけども、今回やっぱりそのコロナにおいて、まあ、ちょっと明らかな現象、明らかになった現象の一つとしては、やっぱりその集中化のリスクだと思うんですね、うんうんうん、やはりオフィスにこう勤務をして集中的に行うっていう行為が、まあ、多分ビフォーコロナの中ではですね、やはりその方が生産効率が高い、ハッピーであるというふうなことをみんな思ってたと思うんですね。これ私もそうだったんですけど、うんうん、でも図らずもそのコロナになってですね、我々も3月の3日から原則フルリモートになってるんですけども、業務の生産性の低下っていうのはあまり感じないんですね、実は、うんうん、つまり図らずもこうエイヤーってやったらですね、実は大きな影響もなくですね、どちらかっていうとハッピーが多かったみたいなことになっていて、要するにこうやっぱりこう集中化とこう分散化っていうのはこうちょっと相反するものだと思うんですけども、うん、コロナによってですね、こう働き方っていうことでいうと、まあ、一つその分散化っていうことに関してはいい影響が出たんじゃないかなと、いい面がこうフィーチャーされたんじゃないかと思うんですね、うん、
で、そういった意味ではちょっとまあ同じその分散化っていう話で言うと、やっぱりそのお金の世界だとかそういう経済の世界でも同じようなことが言えていて、私はこういう業界があるからもう全て分散がいいんだっていうつもりは全くなくて、集中と分散のいいところっていうのを、まあ、きちっと組み合わせてその最適化すればいいという考え方を持ってるんですけども、そういった意味ではですね、今回 その我々がやってるようなその分散化技術とかっていうのはいい部分っていうのは確実にあると思うので、まあ、そういうものっていうのはやっぱり一つ取り入れてもいいというふうに思うんですね、部分的にでも、うん、そういった意味ではそういうその分散化におけるそういうその通貨のあり方っていうことっていうのも、まあ一つちょっとイメージがですね、こうちょっと過去いろんな問題があって悪い部分っていうのはあるんですけども、やっぱり技術的に見たら非常にいい部分っていうのもあるので、まあ、そういうものっていうのは僕は部分的にでもどんどん推進をして、どんどん社会実験をするべきなんじゃないかと。で、今回みたいにそのコロナの件でですね、あ、実はやってみたら結構いけるじゃん、いいじゃんみたいなことっていうのもあるんじゃないかと思うわけですよ、はい。ただそういうふうになことを考えると、やっぱりその社会的にはやっぱりインターネットからなんですけども、よりその分散化のこう方向性というかそういうパワーっていうのがかかってきているので、私はそのこう我々の業界っていうのはどちらかというと長期的なポジティブに働くイベントだったんじゃないかな、そんなことを考えてます、うん、はい。なるほど。やってみたら意外とちゃんとうまくいくじゃないというものの、暗号資産以外での例とのうちやりまして、さっきちょっと紹介あったんですけども、はい、バーチャル株主総会ですね。ああ、はい。株主総会というのはもう集まらねばならぬというような、うん、考えでこれまでやってたんですが、これ、うちはブロックチェーンを使いまして、質問も投票もできるということをやったんですけど、まあ、例年200名いらっしゃってるところが、まあ、完全にこれ、バーチャル、ということで、まあ、どうしても会社に来たいという方が7名いらっしゃいましたけども、まあ、そのぐらい、もう200名近くの方がブロックチェーンベースの投票で、まあ、ちゃんと行きましたというようなことなんですよね。素晴らしいですね。ね、うん、始める前にはいろいろなリスクをね、述べられる方はいらっしゃるんですけど、うん、やっぱりやってみりゃできるじゃんというのは、うん、本当、暗号資産以外のところでも多々あるんじゃないかということをやはり感じましたよね。うん、そうですね。上場企業でそういう取り組みをやってらっしゃるのっていうのは、平野会長のところ以外にどっか終わりになるんですか、実際にやった例というのは。はい、ブロックチェーンを使わないっていう例では、12社ですね。あ、そうですか。今回うちが上場企業でブロックチェーンを使ったのはうちだけなんです。あ、素晴らしいですね。はい、やはり透明性ですとか改ざんを防ぐといった意味でブロックチェーンを使う意味があったし、まあ、これを、まあ、今後ですね、広めていく意義が高いというふうに考えてますね、うん。やっぱりこのコロナの時代っていうのは、集中から分散というのもありますけど、うん、やっぱり非接触。そうですね。ですとか、あとは人がやらなくていい自動化。うん、まあ、こういったところが非常に重要になってくるかと思いますけど、やはりブロックチェーンがそこに貢献できる。うん、それによって、まあ今までコロナがなければ5年かかりそうだったものが2、3年で済むみたいなことも。うん、まあ、出てくるんじゃないかなというふうに。おっしゃる通りですね。はい、本当にそう思います。はい、ね、まあ、2番目のカバーも、少ししてしまいましたので、もう時間もだいぶいい感じなので、3番目に行きましょうか。はいはい、若手起業家や次の世代へ期待を込めたメッセージということで、うん、これ広瀬さんもいろいろこれまで、ね、チャレンジしていらっしゃって、どうでしょうか。今日は若手中心の会なので。そうですね。はい。私ですね、よくこうちょっと僕はおっさん、相当おじさんなんですけど、インターネットのこう発展っていうのをずっと見てきてるんですね。で、はい、インターネットの場合はですね、2000年にバブルがあったと言われてます。インターネットバブルって言われてすごい盛り上がったんですけども、でそこからまあ、インターネットバブルは崩壊したって言ったんですけど、じゃあ20年経ってどうだったかっていうとですね、そこから実際のですね、もうインターネットというか端末もこの手のひらに乗ってインターネットができるぐらいまでこう進歩をしてるわけですよね。で、要するにバブルが崩壊したって言ったんですけど、結局20年間っていうのはもう進歩しまくりだったわけですよ。で、今回その我々の業界っていうのも同じだなと思ってて、今まあ、暗号資産なんかっていうのはもうバブル崩壊した終わりだ言ってる方結構いらっしゃるんですけど、私はそういうふうに捉えてなくて、バブルっていうのは要するにどちらかというと産業の発展の、まあ、開始のサインだというふうに思ってて、
やっぱりバブルがあるとですね、悪い面っていうのももちろんあるんですけども、いい面としてはですね、そこにあの人とお金が集まって、そこから革新が生まれる、で実際にそれが始まっていくってことだと思うんですね。でしたがって、そのもうあの今まさにですね、人とお金がこれだけ今 BCC でも200社、JCB でも100社以上の方たちが集まって、こういろいろこう人も集まってくる、でお金もこう集まってくる中で、どんどん具体的なその、社会実装っていうのが進んでって、おそらくその世の中を進歩させるだろうというふうに確信をしてますと。でそういった意味では、まだそのここから始まったばかりなので、うん、あの今そのね、あのインターネット業界でもですね、2000年以降に生まれた会社って山ほどあるわけですね。なので、やっぱりその長期のトレンドっていうことに確信が持てるんであれば、まあ、今はまさにですね、ここから一番面白いところであるということなので、で昔に比べてあの企業とかっていうのは資金がむちゃむちゃ下がってますので、あのこれはもう、あのなぜチャレンジしないんだと。うん、いうふうなことっていうのをですね、あのお話して、もうあの失敗しても知れてるので、あのやってみようじゃないかということであります。ですね、広瀬さんが言われると説得力あるって。ありがとうございます。そうですね、じゃあ私の方ですけども、まあ、私もですね、22年前に起業して、まあ、いろんな大変なことを経て、まあ、今があるんですけども、まあ、一つだけ言うとすると、リスク取りましょう。うんですね、あの日本っていう国は、まあ、世界の中でもね、本当にあのゼロリスクばっかり、まあ、期待するし、それを、強いてくる。今あの広瀬さんおっしゃったようなチャレンジをしようとすると、そのリスクがある、こういうところにリスクがあるじゃないかって言われるんですけど、リスクがあるのは当たり前なんですね。新しいことをやろうとしてんだし、誰もやらないことをやろうとしてんだし、リスクをやっぱりちゃんと取る、リスクがあるじゃないかっていうところに対応している必要がないですね。それを理解してマネージする。これをね、ぜひやってほしいというふうに思います。うんうん、はい。それでは3つカバーしましたけど、それでも時間過ぎてしまいました。はい。じゃあ私と広瀬さんの対談、最初のですね、前座ということで、これで終わらせていただきます。平野会長、ありがとうございます。ありがとうございました。今日理事ありがとうございました。あ、すみません、ちょっとバッていきなり現れたんですけど、ありがとうございます。あの広瀬さん の, あの失敗しても知れてる、チャレンジしようっていうところ、また広野さんのリスクを取る、リスクをマネージするんだっていうお言葉、非常にちょっと私刺さりました。皆さんも、とてもいい対談というふうに感じていただけたら光栄です。ではここから、若手キーパーソン3名によるパネリスト講演をさせていただきたいと思います。トップバッターは鈴木雄大さんです。株式会社マネーパートナーズグループ社長室に所属、そして日本暗号資産ビジネス協会 JCBA ですね、ステーキング部会の部会長も務められ、過去には執筆物、インターネット白書2019、そして2020があり、暗号資産ブロックチェーンのインフルエンサーとしても数多くの情報発信をされております。いつも非常に勉強になる最先端のお話をしてくれて、ありがとうございます。では、株式会社マネーパートナーズグループの鈴木雄大さんよりパネリスト講演15分でわかるブロックチェーンと暗号資産の現状をお願いいたします。はい、こんばんは、聞こえておりますでしょうか。マネーパートナーズグループの鈴木と申します。早速資料の方を共有させていただきます。はい、見えてます。それではですね、すいません、早速なんですけれども、私の方から15分でわかるブロックチェーンと暗号資産の現状という形でですね、今日はですね、この後お二人、渡辺さんと、ハッシュハブの平野さん、講演されるということですので、その前段階としてですね、前提的な話を含めた話をですね、15分で簡単にですね、おさらいできればなと思っております。よろしくお願いいたします。はい、早速なんですが、プロフィールです。まあ、いろいろ書いてはいるんですが、こちらの今日の場所ですとですね、JCBA の方で、昨年からですね、ステーキング部会を立ち上げさせていただいております。で、部会をですね、立ち上げさせていただいて、初回部会でも29社ほどですかね、現在32社ほど、参加いただいている部会になっておりまして、
まだまだステーキングという言葉に馴染みがない方も今日視聴者の方で多くいらっしゃるかもしれませんけれども、まあ、そうしたところも含めてですね、新しくステーキングというものをどういうものかというところ、それから事業として行えるかどうかというところですね、まだまだ未確定なものが多数ございますので、そうしたところをですね、議論しているというような部会を立ち上げております。はい、先ほど奥さんの方からご紹介いただきましたけれども、いくつか執筆もさせていただいておりまして、ブロックチェーン関係でですね、インターネット白書、多分おそらく国内では一番歴史のある、ホワイトペーパーといえばこれかなと思いますけれども、寄稿させていただいたりしております。はい、本日の資料なんですけれども、個人的な見解によるものでありますというところで、ご了承いただければなと思っております。はい、早速ですが、本日3つの観点からですね、お話しさせていただければなと思っております。1つ目が、ブロックチェーン暗号資産の基礎知識ということですね。おそらく本日申し込んでおられる方は前提的なことはご存知でしたり、すでに協会員の会員様でおられるかなと思っているんですけれども、改めてですね、おさらいも兼ねて基礎的なところから触れられればなと思っております。続いて、ブロックチェーン暗号資産の市場規模、将来性というところでですね、せっかくこうして若手枠と、自ら語るのも失礼な話なんですけれども、ご招待いただいたというところでありますので、市場全体のですね、規模感ですとか、どんな行く末があり得るかというのにつながるようなですね、ファクトのデータを少し持ってまいりましたので、ご紹介できればなと思っております。で、3つ目ですね、10倍早いとか3倍早いとかいろいろ説はあるんですが、ブロックチェーン業界にですね、おいてですね、情報収集、非常に難しいと言われておりまして、とりわけ情報が早すぎるというところがあると思っておりますというところで、いくつか効果的な情報収集方法についてもですね、シェアできればなと思っております。早速なんですけれども、おそらく皆さんご存知いただいているかなと思いますけれども、ビットコインについて改めてちょっと振り返ってみましょうと思っています。これなぜ振り返るかというとですね、弊社グループですね、ちょうど少し宣伝も兼ねてという形で恐縮なんですけれども、直近7月からですね、グループ会社のコインエージの方でですね、暗号資産交換業者としてビットコインの販売所を行っておりまして、そうしたところも兼ねてですね、ビットコインについては最近よく触れているというところもあります。で、ビットコインなんですけども、皆さん名前はもちろんご存知でしょうし、実際に買ったり売ったり送ったりという経験おありの方も多いんじゃないかなと思ってます。で、改めてブロックチェーンとは何かと、ブロックチェーンの強みとは何かというところでですね、ブロックチェーンの強みですね、まず下の方からですけど、ネットワークの冗長性というところにあるかなと思ってます。ノードが分散されていて、複数のノードが必ず同じデータを同期しているということですね。これが非常に強いビットコインがパブリックチェーンであるという理由になっていると思いますし、ビットコインのデータを書き換えることは現実上非常に困難だと、ほぼできないと言われているというところもですね、ビットコインが、なぜここまでこう暗号資産の分野でですね、強くなっているかというところを一つ示すものかなというふうに思っております。すいません、ちょっと時間が押しますので、サクサク進ませていただきます。ブロックチェーンの種類、大きく分けて2つあります。ご存知いただいている方も多いかなと思いますけども、パブリックブロックチェーンとプライベートブロックチェーンです。で、パブリックブロックチェーンは、いわゆる先ほどの、ビットコインですとか、イーサリアム、ライトコイン、そのようなですね、皆さん聞いたことがあるような、交換業者、日本でいうと仮想通貨交換業者、暗号資産交換業者ですね、で取り扱っているような、いわゆる暗号資産と呼ばれているようなものになります。で、その自体のネットワークのことをパブリックブロックチェーンというふうに呼んでおります。で、一方、プライベートブロックチェーンというところでは、ハイパーレッチャーとか、コルダとか、クオーラムとかですね、今日この後ご紹介いただく、渡辺さんもそうですけど、サブストレートと呼ばれるような、ポルカドット系の、フレームワークというものもあったりしてですね、ブロックチェーンというもの自体は技術的なものなので、どんな形でも存在はできるんですけれども、その公開されている手段とかですね、方法によってですね、パブリックとプライベートというものがあります。で、ちょうどいい図としてですね、デロイトさんが発行しておられるブロックチェーントレンド2020という資料がございまして、非常に分かりやすい図が載っていたので、今日は紹介させていただければなと思って貼り付けているんですけれども、左上がですね、パブリックブロックチェーンの左が枠ですね、上部ですね、ごめんなさい。で、下がですね、プライベートの枠になっています。で、どういう呼び方をするかというのは人それぞれあるかなと思っておりますけど、一つこのパーミッションとパーミッションレスというのは一つ参考になる表現かなというふうに私自身は捉えています。で、詳細割愛しますけれども、パブリックブロックチェーンと称されるものの中でも、例えば自ら、ノードを立てることができないモデル。
なんかですね、まあ、一つその一定の敷居があるというふうに捉えてもいいかなと思っておりまして、まあ、あのお伝えしたいのはパブリックブロックチェーンといってもあのブロックチェーンネットワークによって千差万別ですし、プライベートチェーンといってもですね、使われている技術によって、まあ、随分と様相が異なると、そういう話でございます。はい。でここからいきなりですね、あのブロックチェーンの上の階層という形で、あの私のちょっと好きなですね領域に入らせていただくんですが、あの普段まあツイッター等もですね活用して SNS で発信等もさせていただいてるんですけれども、あのイーサリアムの上であの現在まあホットなトピックという表現が正しいか分かりませんけれども、 DeFi と呼ばれるディセントライズドファイナンス、分散型金融というモデルがですね、まあ、非常にあの海外を中心に流行っております。でこれ自体が成り立つこととか、まあ、具体的なサービスについてはあの割愛させていただければなと思っているんですけれども、概念的なものをですねせっかくなので少しご紹介できればなと思っています。DeFi はですね、あのイーサリアムネットワークと呼ばれる、まあ、通常のイーサリアムですね、皆さんが送り合ったりしているイーサリアム、イーサと呼ばれるトークンをですね送ったり送り返ったりするというようなネットワークがあってですね、こちらの利用されている方もいらっしゃるかなと思います。でイーサリアムはですね、その上でスマートコントラクトが動きますということで、例えば、まあ、コンパウンドという、まあ、あの、レンディングのプロトコルの、まあ、スマートコントラクトを今回指してますけども、そういう、まあ、モデルがあったりします。まあ、様々なスマートコントラクトが、イーサリアムの上で、コードが、そこにデプロイされた瞬間から、まあ、全自動という形で動いているというような形になっています。で、これ自体が、まあ、契約の自動執行ですとか、契約の自動化と言われているようなモデルになります。で、さらにですね、直近、大きくここが変わってきたんですけれども、まあ、これらのスマートコントラクトをですね、複数のスマートコントラクトをまとめて一つのところから操作するようなソリューションが出てまいりました。これは非常にあのイメージされやすいかなと思っていますけれども、例えば、実際のカード、ショッピングでですね、カードを切りましたというときにですね、切ったカードの支払いと支払いのときに発生した領収書、じゃあ領収書を特定のフォルダに保存してほしいとか、まあ、例えばですね、それからですね、その取った領収書を控えておいて、後で合算して、いくらの敷地に達したら教えてほしいと。まあ、いろいろなニーズがあると思うんですけれども、そうしたニーズをですね、まあ、まとめて複数回、動作させてくれるよというようなところですね、アグリゲーターと呼ばれるようなレイヤーが発生しています。まあ、このあたりが、ブロックチェーンを、よりパブリックブロックチェーンをですね、面白くしているなと思っていて、まあ、複数のそれぞれに、自分たちが管理していないスマートコントラクトが、置いてあるものをですね、それぞれマージしてですね、使うことができると。そんな世界が今来ています。で、さらにインターフェースというところで、まあ、メタマスクっていう言葉はご存知かなと思いますけれども、イーサリアムの専用ウォレットなんですけれども、まあ、そうしたモデルのみに限らずですね、最近ですと、まあ、アージェントとか、それぞれ、まあ、あのコンパウンドも含めてですけども、自社でですね、サービス UI なんてものを発行していまして、非常にあの分かりやすく、タッチできるような形というふうになってきているかなと思います。あのブロックチェーン自体はですね、実際には触るときにはですね、非常に難解でですね、難しいものなんですけども、それを分かりやすく、既存のサービス、ウェブサービスのようにですね、使えるようなできることになってきていると。そういうところですね、直近、まあ、DeFi と呼ばれるところでですね、大きく変化してきた分野かなというふうに思っています。で、ブロックチェーンの産業の市場規模なんですけれども、まあ、少し話は飛んでいますけれども、まあ、可能性があるんだよという話をさせていただければなと思っておりまして、ちょうどこれはフォーチュンのビジネスインサイトから持ってきているんですけども、まあ、2025年に 2.2 兆円ぐらいの規模に市場規模がですね、なるというふうに言われていますと。で、体感値的にはもっともっと大きくなるんじゃないかなと、個人的には思うわけですけれども、非常にですね、ブロックチェーンを使った産業ですとか、既存の産業がブロックチェーンの技術を取り込んで、よりスケールアップしていくというような動きはですね、より強まるんじゃないかなというふうに思っております。それからですね、暗号資産分野の世界的市場というところでですね、例えばですね、コインベース、海外のアメリカの有名な取引所ですけれども、こちらでですね、例えば8年間で、生み出した取引手数料収益がですね、2000億円を超えているというようなデータが出ていたりします。まあ、もちろんコインベースは非常に先進的な会社でおられますので、早くからですね、このビジネスに参加してたという、まあ、アーリーアダプターとして の, 収益というのはもちろんあると思っておりますし、市場が伸びる中で、コインベース社自体の収益も伸びてきたという現状はあるのかなというふうに捉えておりますけれども、まあ、それにしてもですね、やはりすごい金額が動く市場だというところをご理解いただけたらなと思っております。それから、未だですね、ビットコインとか仮想通貨とか言われるとですね、皆さんこう、
怪しいものじゃないのという話がですね、多くあると思いますし、まあ、ステーキングという言葉も含めてですけれども、新しいものにはですね、必ずですね、まがいものといいますか、非常にこう、それを文字だけは同じものを使っているんですけど、全く中身がないようなモデルっていうものをですね、発行されたりしてしまいますと。そういう中ではですね、実際にどんな会社がですね、ちゃんとしたビジネスをやっているかという指標としてですね、一つ持ってまいりましたと。これは世界中の証券取引所に上場しているブロックチェーンや暗号資産の関連事業をやっておられる会社さんでございます。まあ、簡単にですが紹介させてもらうと、ナスダックの方に上がっている会社さんですと、まあ、カナン、これマイニングの会社さん。からエヴァン、これもマイニングの会社さん。それからオーバーストックドットコム、これは会社はこの下にですね、T0 というセキュリティートークン、証券型の、トークンの形に、した証券をですね、発行したりするプラットフォームの事業を行う T0 という会社がおられる会社さんなどが上場しておられたりします。それからロンドン証券取引所、こちらにもアルゴブロックチェーンという、これもマイニングの会社なんですけども、上場していたりですとか、例えばカナダの証券取引所ですと、ギャラクシーデジタルというですね、機関投資家と言っても良いんじゃないかなと思いますけれども、ブロックチェーンの、商業銀行を作るというような形で動かれている会社さんなんかがですね、上場していたりというような形で、実はですね、ブロックチェーン関連企業の上場というのはですね、少し前からですね、始まっているという形になっておりまして、世界的に見てもですね、まあ、証券取引所に上場したりするような会社さんも生まれてくるような形のレベルで、まあ、売上たちとか市場規模が盛り上がっていると、そういうふうに捉えていただければなと思っております。最後にですね、まあ、どのような情報収集が可能かというところですね、一つお話をさせていただければなと思っているんですけども、左側ですね、まあ、手前味噌で恐縮なんですけど、弊社グループの、コイネージがですね、非常にマーケット情報という形でですね、ページを作っておりましてですね、ぜひコイネージ、マーケット等で検索いただければなと思うんですけども、まあ、トレーディングの視点からですね、実際にトレーディング経歴の、豊富なですね、トレーダーたちが作っているマーケット情報を読むことができます。で、こちらはどちらかというとトレーディング情報という形で見ますと、もう片側でビジネスとか技術側の視点があるかなと思っておりまして、まあ、この後お話しいただけるハッシュハブの平野さんのところで作られているハッシュハブリサーチですとか、まあ、コイン月光という、海外の、暗号資産ですね、のデータ情報サイトなんですけど、こちらの四半期ですとか年間レポートというものが出ております。コイン月光さんはですね、日本語でレポート書かれておりますので、ぜひ分かりやすくまとまっておりますので、ご確認いただければなと思っております。はい、以上簡単ではですけれども、ご説明とさせていただきます。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。鈴木さん、鈴木さんはですね、ツイッターに結構有用な情報を流されているので、ぜひ皆さんも鈴木さんのツイッター注目していただきたいなというふうに思っております。どうもありがとうございました。ありがとうございました。では続きまして、渡辺壮太さんです。ステークテクノロジー株式会社 CEO、 ポルカドットに接続する日本初のパブリックブロックチェーン、パブリックブロックチェーンですよ。プラズムネットワークを開発。先日、プラズムネットワークはポルカドットのテストネットに接続を成功し、ポルカドットに接続する最初のチェーンになりました。また、数々、ブロックチェーン関連企業との、連携、アメリカ名門大学、UC バークレーのアクセラレーションプログラムに採択。ウェーブ3財団からの助成金獲得。最近では、ビットポイントジャパンの独自ブロックチェーン基盤を共同開発されております。ではステークテクノロジーズ株式会社渡辺壮太様によりパネリスト講演、日本初パブリックブロックチェーンとその思想展望、ウェーブ 3.0 をお願いいたします。はい、奥さんありがとうございます。画面共有します。今見えてますでしょうか。見えてます。はい、大丈夫そうですね。はい、ステークテクノロジーズの渡辺壮太と申します。本日はよろしくお願いいたします。今日は私からですね、国内初のパブリックブロックチェーンの、思想展望 Web3 という話をさせていただきます。で、先ほどポルカドットの説明もあったんですけれども、このプレゼンテーション内で、ポルカドットとは何かと、あとまあどう動くのかとか、まあ、細かいところまで説明できればなというふうに思っております。短い間ですがよろしくお願いします。
はい、まず簡単に自己紹介をさせていただきます。私は渡辺壮太と申します。今日は若手の会ということで、招待いただき恐縮なんですけれども、95年生まれで、もともと大学に入ったから、インドとかロシアとか中国とかで、インターンをしておりました。で、日本に帰ってきて、その時、3、4年前ですかね、ワイヤードっていう、テクノロジーの雑誌、有名なのがあると思うんですけど、あれの25、バージョン25がそのブロックチェーン特集だったんですね。それを今でもすごい鮮明に覚えていて、あ、これは世界変わるな、ということで、思い立ち、シリコンバレーに向かいました。で、シリコンバレーの現地のスタートアップのクロニクルドという会社に、まあ、インターンとして入って、その後、採用されて向こうで1年間働いていました。でこの会社は結構今伸びていて、医薬品ですね、医薬品のサプライチェーン向けに、ブロックチェーンを提供するような会社です。で、その後帰国しまして、2019年にステークテクノロジーズを創業しました。で、私も一応ツイッターやってまして、日本語と英語両方やっています。はい。次にちょっと会社の情報をシェアさせていただこうかなというふうに思っています。ステークテクノロジーズという会社をやっているんですけれども、あんまりその日本でビジネスをやっていないものでして、物理的には日本にいるんですけれども、クライアントが海外の方が多くて、で、日本だとまだまだ知名度がない、で、海外の方があるんじゃないかなというふうに思っています。で、何をしているかというと、日本初のパブリックブロックチェーンであるプラズムネットワークというものを開発しています。これ後お話しします。で、このパブリックブロックチェーンの上に、商用のユースケースを作成したりだとか、あと技術のコンサルティングとか、ブロックチェーンそれ自体を作れるだけの技術力があるので、その技術を違うところに使わせていただいたりとかをしています。で、特に世界でやっていくっていうことをすごい大事にしている会社でして、Web3 ファウンデーション、Web3 財団ですね。ここが結構大きい、多分トップ3ブロックチェーン財団と言っても過言ではないというふうに思うんですけれども、そこから5回の、まあ、世界で一番取ってるんですけれども、まあ、助成金を獲得したりとか、あと UC バークレーのアクセラレーションプログラムに参加したりとか、あと中国のアクセラレーションにも参加してたりとか、そうですね、中国、アメリカとヨーロッパ中心にやっています。はい、弊社のプロダクト、プラズムネットワークなんですけれども、これが先ほどから申し上げさせていただいている通り、パブリックブロックチェーンというふうになっています。で、大きく3つ特徴がありまして、で1つ目が異なるブロックチェーンをつなぐブロックチェーンであるポルカドットっていうところに接続をすることができます。で、もう1つの特徴が、これパブリックブロックチェーン、レイヤー1のブロックチェーンなんですけれども、レイヤー2の、技術、これを実装しています。で、レイヤー2が何かというと、まあ、よく用いるアナロジーなんですけれども、今、日本国民全員が日本銀行で取引しようとしているような状態とすごい似ていて、でそうすると、手数料がまず高くなるっていうのが一個と、処理性能がものすごく悪いんですね。そのトランザクションファイナライズするまでに詰まってしまうので時間がかかると。で、なので、その日本銀行の下に民間銀行であったりとか地方銀行であったりとか、そういうレイヤー2のセクターが必要で、で、ブロックチェーンで今ここの、レイヤー2がないので、そこのソリューションを作っていると。で、なので、このパブリックブロックチェーンには、このレイヤー2、これが、入っていくというような形となってます。で、あと、今日は、多分時間がないんですけれども、この上に独自のエコノミクスを敷いていて、ユーザー、並び開発者の方々が、我々のブロックチェーン上で開発してくれるような、インセンティブ設計をしています。で、特に DAP3 ワードっていうのは面白くて、ブロックチェーンでブロックとチェーンなので、ブロックが続く限り、このブロックの生成報酬が、マイナーと言われる人たちに入っているのが、まあ、ビットコインだと。で、このブロック生成報酬を3つに分けまして、まあ、大きく2つですね。大きく2つに分けまして、50% が、まあ、いわゆるマイナーと言われる人たちに行くと。で、その 50% が、DAPS、そのアプリケーションの開発者に行くんですね。で、そうすることによって、アプリケーションの開発者が我々の上で開発することによって、まあ、ベーシックインカムが得られるような形にすると。いったことに今挑戦をしてたりします。DAPS の開発者って必ずそのエコシステムに貢献しているというふうに思ってるんですけれども、
やっぱり高いガスとか高い料金を払ってるっていうのが現状なので、そこを変えたいなというふうに思ってます。でパブリックブロックチェーンやる面白さっていうのはやっぱりそういうところだと思ってて、自分でエコシステム全体を設計したりとか、あと、自分がいなくても回るような仕組みっていうのを、完成形としてそこから逆算するのは面白いですね。で、はい、ポルカドット来ました。ポルカドットは異なるブロックチェーンを同士をつなぐ Web3 の基盤という書いてあるんですけれども、大事なのがまず異なるブロックチェーンをつなぐっていうところですね。今、世の中に900個以上のパブリックブロックチェーンがあるというふうに、言われているんですけれども、このほとんどが、つながっていません。インターネットで例えると、昔、例えば日本の大きな会社さんが自分たちのネットワーク作ってると。でもこれってアメリカとのネットワークと互換性がないと。でも今って日本からアメリカのニュース見れたり、ヨーロッパから日本のアニメ見れたりとか、ネットワークがつながってるので、いろんなアプリケーションが開発できると。で、TCP/IP プロトコルっていう共通のプロトコルがあるから、それができるようになってるんですけれども、ブロックチェーンにこのプロトコルがまだないと。でそこで出てくるのが、個人的にはこのポルカドットというものだというふうに思っていて、異なるブロックチェーンを、つなぐことができるので、このブロックチェーン間でデータとトークンの橋渡しをすることができると。で、これが多分、個人的な意見ですけれども、ブロックチェーンの次の、来年の最もホットホットなトピックの一つになるのではないかなというふうに、確信をしています。で、Web3 というと、Web1、Web2、Web3 ってあるから Web3 なんですけれども、Web1 が静的な Web ですね。読むことができる Web。で、Web2 が読み書きができる Web。それは私たちが今使っているような Web です。で、Web3 っていうのが、読み書きに加えて何ができるようになるかというと、信頼を獲得することができるんですね。で、この信頼っていうのはすごい、大雑把な話なので分かりにくいんですけれども、分かりやすく言うと、ビットコインがお金に対してやったことを、Web3 はあらゆる領域に対応していくと。つまりビットコインって、自分の持っているっていう、自分がこの1ビットコイン持ってるっていうのを、誰の権力にも借りず、数学的に自分が持ってるっていうことを証明できると。かつ、それが誰に送られて、どう送られて、その次どうなってるかっていうところまで検証することができると。で、Web3 も同じで、今、あらゆるデータっていうものが、多数の、特定の人たち、極めて少数の人たちに管理されてますけれども、それを自分の手で管理できるような形の Web っていうふうになってます。で、このポルカドットっていうのが、このリレーチェーンと真ん中のやつですね。これとパラチェーンに分かれてて、このリレーチェーンっていうのがスマートコントラクト、この上でアプリケーションを開発できないと。で、なので、ここに繋がってるチェーンでアプリケーションを開発する必要があると。で、我々はこのプラズムっていうのをここにつなげに行くチェーンですね。で、スケーリング、これをやっています。なぜかというと、結構我々はその長期的な、観点を持っていて、今インターネット使ってる人口って大体、53% くらい、40億人くらいなんですけれども、この数がまずどんどん増えてきますと。で、ブロックチェーン使ってる人口で多分 1% 未満、1% なんですかね、それくらいだと思うんですけれども、もうすでにブロックチェーンってフルフルですと。満杯ですと。どう考えてもこれ、なんとかしなきゃいけなくて、で、かつ、レイヤー1じゃなく、レイヤー2、スケーリングのソリューションが必要になってくるだろう、ということで、これをやっています。で、エコシステムのメンバーとしても、今、徐々に広がっていまして、有名どころで言うと、UC バークレーとか、あと、マイクロソフトさんとか、あと、パリティ、イーサリアムとポルカドットを、もう本当にゼロから作ってるようなパリティとか、あと、先ほどの Web3 財団、あと、そうですね、中国の国家ブロックチェーンの、パートナーとして参画しているチェインリンクとかと一緒に技術開発をしています。はい。あと、トラックレコードとしては、この Web3 ファウンデーションから、全部で5回ですね、の、グラント、助成金をもらっているっていうのと、このポルカドットっていうのはまだテストネットでしか繋がってないんですね。で、このテストネットに世界で一番最初に今繋いだのが我々です。で、あと、左下のこの TVL っていうのがトータルバリューロック度、つまりそのネットワークのためにどれくらいのお金が今ロックされてますかっていうことなんですけれども、7万イーサくらいが今ロックされています。で、そうですね、これ最近2週間前に我々が、いわゆる DApps っていうものを、我々のプラットフォーム、イーサリアムと我々のプラットフォーム上にローンチしまして、14日間でだいたい6万6000イーサくらいがロックされている。流通総額が6万6000イーサくらいあると。なので、25億円くらいですかね。が、ロックされています。はい。最後に、思想と展望のところだけお話ししようと思ってるんですけれども、
やっぱりビットコインのその思想に惹かれてこの業界に入ったっていうところがあるので、そのディセントライゼーション、まあ、文献化っていうところとオープンネス、その誰でも入れる、まあ、パーミッションレスと似てますね。だとトラストレス、特定の企業とか機関に頼るのではなく、誰でもその信頼を必要とせず取引をできるっていうところをしっかりまあやっていきたいっていうのと、あと短期じゃなくて中長期的に本当に大事なものを作っていきたいなというふうに思ってます。で、今やっぱり ICO の時もそうですけど、ディファイのところとかでも、結構なんとかコインとか、ハンバーガーコインとか、なんかそういうフード系のコインとか、まあ、いろいろありますけれども、そういう短期的なバブル狙うんじゃなくて、本当に長期でそのインフラストラクチャー、社会にとって本当に有益なものを作ろうというふうに思っています。で、まあ、最後ここ大事だと思っていて、前例がないものをやっぱり作らなければならないというふうに思っています。アメリカにいた時にすごい感じたのが、やっぱり2、3周回ってるんですよね。このコインベースで最初に上がった人たちが、次の人たちに出資をしたりとか、その人たちが2社目作ったりとかしてます。で、やっぱり1周目っていうのを、日本でも回してベストプラクティスを作っていかないといけないというふうに思ってます。はい、今後の展望としては、1000億円以上、の、パブリックブロックチェーンを目指すと。まあ、これが一種ユニコーンの値でもあるので、1000億円規模のパブリックブロックチェーンを作っていきたいというふうに思っていますっていうのと、あとオープンソースとビジネスを両立させるっていうところを証明しに行きたいなというふうに思っています。パブリックブロックチェーンを企業がやりにくい問題の一つとして、それって儲かるのっていう問題がすごいあって、基本的に儲からないんですね。ただ、我々はその中で、しっかり着実にビジネスとしてお金を出す。で、リターンを返すっていうところにこだわってやっていきたいなというふうに思ってます。で、あと最後に、まあ、世界でやっていくんだぞっていうところは最初から最後まで終始一貫して大事にしているところでして、やっぱりその中国、アメリカとか進んでるところは本当に進んでるので、まあ、その人たちに、勝っていかないといけないというふうに思っています。はい、そうですね。この後パネルディスカッションの方をさせていただくということもあるので、ちょっと今まで学んだことをアウトプットしておくと、やっぱり日本の事業者としてクリプトやるの本当に辛いなっていうのはあって、ここら辺もディスカッションしたいなっていうのを思ってるのと、やっぱりプロダクトを作るのがすごい大事ですよねっていうのはあります。で、最後に純粋な気持ちを大事にしようって書いてあるんですけれども、クリプトの世界だと、匿名でやって、まあ、数億円持ち逃げみたいな話が、まあ、スキーム上できてしまう時とかもあるんですよね、やっぱり。でも、そういうことじゃなくて、本当に、コアな、大事な社会にとって大事なインフラを作りに行こうっていう、その気持ちを大事にしたいなというふうに思ってます。はい。本日はここまでとなりますが、ありがとうございました。Twitter と、あと、メール等もありますので、何かあればご連絡いただけると嬉しいです。ありがとうございます。どうもありがとうございました、渡辺さん。ありがとうございます。渡辺さんのステークテクノロジーズの、プレスリリース、パブリックブロックチェーンを作るというプレスリリース見たとき、本当びっくりしたんですよね。もう本当にものすごく応援してます。本当渡辺さんの今の話を聞いてて思ったんですけど、行動力なんですね。早いですよね、行動が。そうですね、あんまり頭いいタイプじゃないんで、とりあえずやってみるっていうところはすごい大事にしてます。ありがとうございます。また後でパネルディスカッションよろしくお願いいたします。はい、お願いします。では続きまして、株式会社ハッシュハブ、平野純也さんです。ハッシュハブで、コーファウンダー CEO、 本郷にあるブロックチェーン業界で働く人のためのコワーキングスペース、ハッシュハブ、私も何回か行ったことあります。昔から有名な場所です。そして、業界では有名なブロックチェーン暗号通貨領域で密度のあるブロックチェーンレポート、ハッシュハブリサーチを発行されております。無料版もありますので皆さん一度はご覧になってください。またハッシュハブでは、企業や取引事業者向けのコンサルティングや共同開発もやっているというブロックチェーン関連で非常に幅広く事業を展開されております。
平野さん自身、業界メディアのコインチョイスに、平野さん著者の、何百もの記事を寄稿、ブロックチェーンを使ったドリームシェアリングサービス、フィナンシェのアドバイザーも務められております。では、株式会社ハッシュハブの平野純也様より、パネリスト講演、暗号資産、ブロックチェーンの論点、トレンドをお願いいたします。はい、ご紹介ありがとうございます。今マイク聞こえていますでしょうか。はい、聞こえてます。はい、ありがとうございます。そしたら画面共有をさせていただきます。はい。あ、見えております。はい、ありがとうございます。はい。そうしましたら、まずは本日ですね、GCBA と BCC の皆様、お呼びいただきまして、誠にありがとうございます。いつもお世話になっております。今日はですね、暗号資産、ブロックチェーンの論点、トレンドっていうですね、なかなか、なんでしょう、まあ、リサーチプロバイダーもやっているから、俯瞰できるものみたいなものをリクエストいただき、仰々しいタイトルになっているんですけど、この15分というですね、まあ、限られた時間の中で、最近、この業界の中でですね、バズワード、あるいは話題になっているものを見つめられたらいいなと思っております。まずですね、本題に入る前にですね、私の自己紹介と、そもそもどんなことをやっている会社なのかみたいなことをですね、簡単に説明させていただきたいなと思います。まず私がですね、まあ、ハッシュハブという会社をやっております、平野と申します。ハッシュハブ自体はですね、2018年にコワーキングスペースと創業されて、でその後にですね、2019年に入って、経営体制が変わって、私が CEO についているといった次第でございます。その後ですね、コワーキングスペースから、事業をですね、様々拡大していて、今、ブロックチェーン、このクリプトにですね、フルベットする会社となっております。で今ですね、主に行っている事業領域が主に3セグメントあって、リサーチプロバイダーとしての事業と、あと企業向けのですね、コンサルティング、開発支援、あとコミュニティ事業、コワーキングスペースであったり、イベント開催であったりを今行っています。で僕たちはですね、このブロックチェーンという今、一番面白い技術テーマ、であるいは、技術以上にですね、何か、面白いコンテキストがある、大きいテーマだと捉えて、このブロックチェーンといった世界 です、ね、10年、20年、今、戦っていく、準備をしているような会社です。で今ですね、こういった、特にリサーチプロバイダーとして、今、企業との接点であったりとか、事業基盤を作っているんですけども、これからですね、大きな成長の柱として、新たな新規事業も今、構想していると、そういった最中でございます。これがですね、今、弊社の紹介になるんですけども、と私自身のですね、紹介もさせていただきますと、まあ、2013年にですね、デビットコインに興味を持ち始めて、当時、自分は、貿易の、小さい商社みたいなものをですね、やっておりまして、大体、6カ国くらいで、副食品であったりとか、中古車であったりとかの貿易をしていました。でまあ、なんでしょう。大体新興国みたいなところでですね、事業をする機会が多かったんですけども、なかなかですね、そういったところので、銀行にお金を預け入れしないといけなかったりとか、あとは、現地通貨を預け入れしなかったり、しないといけなかったりとかするんですけども、それがなかなかめんどくさかったりですね、あと国際送金とかもめんどくさかったりとか、あとは、銀行に一度資金を入れたら、返してもらうのに半年くらいかかったみたいなですね、話とかが、ある新興国であったりとか、まあ、そういったものをですね、経験していたのが2013年で、でその時に、まあ、ビットコイン、まあ、マウントボックスとかのですね、ニュースとかが流れている時と重なって、ビットコインを知って、このビットコインのコンセプトであったりとかにですね、まあ、非常に、自然に受け入れる、まあ、ある意味で原体験みたいなものがあって、2013年くらいから、ビットコインに片足を突っ込み始めました。で、まあ、その後ですね、ビットコイン、ブロックチェーンの世界で事業をやるといったことはですね、
その後なかなか行っていなかったんですけども、まあ、その後2018年くらいに5年6年経ってみるとですね、事業をやってないことがすごい悔しいなと思ったんですね。で、2013年くらいの時ってビットコインブロックチェーンをテーマにして黒字化している会社であったりとかって世界に一つもなくて、で、まあ、その中でですね、取引所事業をやるかビットコインをそのまま買うかとかですね、この業界このテーマにですね、大きくベットしたいんだけど、どうするべきかみたいな判断をした時、僕は事業やるよりビットコイン買う方がいいんじゃないかみたいなですね、当時そういう意思決定をしていたと思うんですけど、実際にですね、5、6年経ってみると、その意思決定って、まあ、振り返ってみるとかなり悔しくて、やっぱり事業を作っている人って、すごいかっこいいし、本当にやっぱり今世の中に対してですね、価値を作ってる。で、これからその価値ってもっと大きくなる。このブロックチェーン、クリプトっていったものがですね、世の中に溶けていく、スタンダードになるにつれて、今、本当に大きい価値を作っているなと思っていて、で、ちょっと、そっち側に行かないといけないな、ということでですね、今、ハッシュアブをやっているといった次第です。はい。で、自己紹介の方はですね、この辺にしておきまして、今日の本題に少し入っていきたいなと思っています。で、今日はですね、ブロックチェーンのトレンドみたいな話なんですけども、この15分でですね、そんなに長くは喋れないと思っていて、まず一回ですね、ブロックチェーンをどのように捉えるかっていったものをですね、改めてちょっと整理して、その後にですね、最近のトレンドのワードをその上で見つめていけたらいいなと思っています。まず、ブロックチェーンをどのように捉えるかっていうのはですね、人によってなんか捉え方かなんか様々あるような気がするんですけども、私がですね、よく言う表現は、ブロックチェーンはインターネット上で構築されるトラストレイヤーであると、そういうような表現をよくしています。で、まあ、技術的な、定義、あるいは、技術的にどういったものかというと、まあ、複数のノートで構築される分散ネットワークで、データの集合がブロックと呼ばれるものになっていて、で、そのブロックには電子署名とハッシュポイントが使用されていて、改ざんが困難、あるいは改ざん検出が容易。で、それによってですね、データがネットワーク上に、分散する多数のノードによってですね、保持されていて、データ同一性の確保であったりとか、各ノードが必ず同じデータを持っている同一性確保と、あと共通したビジネスロジックを実行できる、まあ、スマートコントラクトと呼ばれるものですね。そういったものが実行できる、ベースレイヤーになっているもの、それが講義のブロックチェーンであると考えています。で、このブロックチェーンがですね、インターネット上のトラストレイヤーっていうんだけど、じゃあそれがどういうふうに振る舞うのっていったようなお話が、主にですね、資産性のあるデータを記録する層、まあ、これはクリプトもそうですし、セキュリティートークンで言われるものもそうなのかなと思います。あるいはその資産性のあるデータをですね、やり取りするロジックを記録する層、まあ、スマートコントラクトです。で、あるいはですね、ERP であったりとか、RP、既存のですね、企業の、基幹システム、あるいは社内の B2B システム、に加えてですね、複数社間でリファレンスを取れる層として、トラストレイヤーとしてブロックチェーンを振る舞う、そのように考えています。で、まあ、これによってですね、生まれる事業テーマ、事業機会って、まあ、多々あって、まあ、だからこそなんかブロックチェーンの捉え方とかですね、ホワイトブロックチェーンみたいなことが、な議論であったりとか、まあ、そういった議論、あるいは、問いがですね、永遠に生まれるんですけども、非常に多い、業界、数多くのニュースケースがあるだろうと思っています。暗号資産関連のビジネス、まあ、これは取引所マイニングファームとかですね、レンディングファームとか、まあ、これはまあ説明不要なところかなと。あとはまあ全く新しい概念として生まれようとしているアプリケーション。特にパブリックブロックチェーンというのは本当に、ワールドコンピューターというコンセプトだったり、グローバルステートというコンセプトだったりがですね、全く新しい概念なので、そこの上で生まれるアプリケーションも全く新しい概念のアプリケーションだろうと。あるいは既存企業、エンタープライズにとってのブロックチェーンですね。これに関しては、突合の効率化であったりとか、サイロ化の解消、あるいはセット管理効率化とかですね、そういったようなお話があります。これらのビジネスはですね、この全部、このブロックチェーンの特性、電子署名とハッシュポイントが利用されていることによる、改ざん検出性の容易、あるいは、複数のノードがですね、同一性のあるデータを保持していることが保証される。
あるいは共通したビジネスロジックが実行できるというですね、すべてこの特性から生まれているビジネスである、そのように考えています。で、結局ですね、パブリックブロックチェーンだったりとか、あるいはクリプトとエンタープライズブロックチェーンの世界で結構分けて考えられることが多い。まあ、最近で言うと結構別世界になりつつあるなと思っているんですけども、結局、似たようなですね、技術基盤を使っている。で、それによって得られる効用であるといったことに関しては、変わらないビューを自分は持っています。はい。で、今日ですね、論点、トレンドみたいなテーマ持ってきてるんですけども、そんなに多く喋れないので、3つくらいのテーマを持ってきています。まず1つですね、DeFi といったものです。特にここ、最近はですね、DeFi ブームみたいな感じで、めちゃくちゃ盛り上がってるんですけど、DeFi ってどんなものかっていうと、パブリックブロックチェーン上のですね、金融サービスを総称して、大体 DeFi って呼ばれていたりします。で、主な特徴としてですね、まず1つが、マネーレゴとかよく言われていたりするんですけど、様々な金融プロトコル、例えばメーカーダオだったりとか、カイバーネットワークだったりとか、ユニスワップって呼ばれるようなですね、いろんな種類のプロトコルを組み合わせてサービスを作ることができる、パブリックブロックチェーン上のサービスを組み合わせて、マネーレゴのようにいろんなプロジェクトがスタックしていくようなものが特徴とされていますと。あと2つ目ですね、基本的に、サービスの実行、金融取引の実行はですね、スマートコントラクトのコードによって行われるので、サービス提供者自体がですね、資産を持ち逃げするみたいなものに関しては、コードさえ、信頼されている。コードさえ検証していれば、っていうと、語弊がある部分も微妙にあるんですけど、信用してというかですね、利用できると。で、3つ目が、スマートコントラクトによってですね、すべてのロジック、例えば、取引のセトルメント、あるいは、担保資産のですね、生産であったりとか、そういったものが全て自動化して行われているといったのが、この DeFi の特徴になっています。で、これもですね、先ほどの、ブロックチェーンの特徴みたいなところにですね、立ち戻ると、こういった、今 DeFi で起きていることっていったものですね、結構分かりやすくなるんじゃないのかなと思っていて、で、今 DeFi マネーレゴってこれ呼ばれるんですけど、これマネーレゴってそんなに新しいものではないなと自分は思っています。で、例えばですね、今私たちがこの証券を買うみたいなですね、世界で、僕たちが証券を買うときって、例えば証券口座、例えば SBI さんであったりとか楽天さんであったりとかですね、証券口座を開いて買うと思うんですけども、この証券を買うというですね、行為については、大体、複数のですね、機能の、組み合わせによってその証券を買うという行為が僕たちで実行できていると思っています。でそれは、フロントの証券会社と、東京証券取引所と、あるいはホフリ信託銀行みたいなですね、そういったものの組み合わせによって、やっと証券を買うというですね、行為が実行できている。これって、DeFi のプロトコルをですね、様々な組み合わせて実行しているのと変わらないですよね、と。で、じゃあ DeFi が何が違うかっていうと、その様々なプロトコルであったりとかがですね、すべて、オープンなパブリックブロックチェーン上で配備されていて、それに対して誰もがアクセシビリティを持っていて、で例えば僕たちがですね、今東京証券取引所に対して、それを組み合わせて僕たち金融サービス作りますって言ってもすぐ作れないですよね、と。でただ、パブリックブロックチェーン上にですね、そういったプロトコルが配備されていることによって、そこに対して僕たちは一切提携関係を持たずとも、メーカーダウンのプロトコルであったりとか、会話ネットワークを使えるとか、そういうような世界が今 DeFi で行っていますと。で、あるいはですね、エンタープライズブロックチェーンにおける、突破効率化、サイロ化の解消。で、今、証券取引所の例を出したので、また証券取引所の例を出すとですね、エンタープライズブロックチェーンにおける、いろんなものでブロックチェーンを使いましょうみたいなテーマがあると思うんですけど、これは大体は突合効率化であったりとか、サイロ化の解消みたいなです、ね、テーマで使われています。で、例えば、証券取引所で、ブロックチェーンを利用しようみたいなですね、動きって世界中で行われているんですけど、この証券会社と、ホフリみたいな機関と、あと証券、取引所とですね、この
この3社、あるいはですね、この証券会社って何社もたくさんあるので、それら、全員の参加者がですね、同一性のある分散ネットワークを常に保持していれば、今、証券を買ってですね、約定してから2日間決済まで時間がかかるんですけど、その2日間、突合作業をしているんですけど、常に同じデータを持っているんであれば、突合作業って効率化できるよねみたいなですね、そういった論理で、今、いろんな産業にですね、エンタープライズブロックチェーンが利用されるとしています。ですみません、ちょっと時間がですね、なかなかない駆け足なので、CBDC の話に行くと、CBDC もですね、これ、まあ、CBDC、すごい新しいテーマのように聞こえるんですけど、これもですね、決済ネットワークにブロックチェーンを適用しようみたいな話と非常に似ていて、これもそういう意味ではですね、突合効率化と再録化解消っていう話と大きく飛び越えた話ではないです。で、今ですね、まあ、決済ネットワーク、内国為替のネットワークだったりとかですね、1日に1回ファイナライズしているようなものであったりとかを、まあ、それをですね、ブロックチェーンで、より効率化できるだろうと、参加するノードであったりとかがですね、データ同一性があるものを、それぞれが保持すれば、より効率的なものができるだろうと、そういったような思想から、こういった CBDC であったりとか、決済ネットワークにブロックチェーンを使おうと、そういうようなものがですね、今、検討なされていたりします。で、今ですね、こういった今、ブロックチェーンの論点とか、今、最近特にバズワードになっているようなものをちょっと振り返ったんですけど、基本的にはですね、このブロックチェーンの、すべてこの、まあ、分散ネットワークであったりとか、改ざん検出性が良いであったりとか、常にですね、同じデータ同一性を持っている、常にプロ、共通したプログラムロジックを確実に実行できるようになっているとかですね、すべてそういう特性から、今のトレンドは来ているし、これからのですね、ブロックチェーンのユースケースも、この特性から生まれるだろうと、そのように考えています。で、ちょっとですね、もう時間ないので、そろそろこの辺にしたいなと思っています。で、最後にちょっとだけ告知させていただきますと、弊社ではですね、今積極採用中です。で、今、自分たちは今ですね、既存の事業も成長させながら、これから取り組みたい新規事業を作っています。で、まあ、その中でですね、まだまだ今、一緒に戦える仲間であったりとかがですね、足りない。まあ、20年後のスタンダードを作るためのですね、創業メンバー、この長い旅のですね、最初の20人であったりとか、そういったメンバーを今募集しています。少しでも興味持ってくれた方はですね、こちらちょっとコンタクトくれると嬉しいなと思っています。はい。はい、ちょっと最後ですね、告知も入れつつ駆け足になってしまったんですけども、この辺にしたいなと思っております。またパネルディスカッションの方でいろいろお話できればいいなと思っております。ありがとうございます。どうもありがとうございました、平野さん。私、ハッシュハブリサーチはすごくお世話になっておりまして、非常に分かりやすいですよね。説明は他の説明と比べても分かりやすく説明されているので、本当皆さん一度はご覧になっていただけると幸いでございます。ありがとうございます。では、ちょっとですね、質問の受付のスライドが、YouTube のコメント欄に出そうと思ったんですけども、ちょっと今出ないみたいなので、再度、お知らせさせていただきたいと思います。アクセスコード11505でスライドで質問を受け付けておりますので、どうぞ振るってご投稿をお願いできればと思います。なるべく端的で、あとこのテーマに中にこう入ったような内容であると非常にありがたいなって思います。どうぞよろしくお願いいたします。では、先ほど、3名の方に、パネルセッションをさせていただいたんですけれども、パネリスト講演ですね。渡辺さんと鈴木さんと、あと先ほどご登壇いただいた平野さんに、また再度登場していただきまして、パネル、若手キーパーソンによるパネルをさせていただけたらなというふうに思います。登場していただいてもよろしいですか？はい、ありがとうございます。ありがとうございます。それでですね、私ちょっとひょって隠れちゃうんですけれども。広瀬さん、もうちょい待っていただいてもよろしいですか？広瀬さん。すいません。両、代表理事は、この後、20時からの、
QA セッションで登場していただいて、で5名の方で QA で回答させていただきたいと思います。で今はこの若手キーパーソン3名の方々で、これちょっと私ひよって隠れちゃうんですけれども、ちょっと天の声チックになっちゃうんですが、この内容を、ちょっと対談テーマにできたらなって思ってます。でちょっとですね、私簡単に1と3ちょっと難しいかなって思ってはいるんですよ、語るには。でちょっとこうなんか潤滑油っていうか、ちょっともうちょっと口鳴らすために、今興味がある、まあ、興味があるという形でね、興味があるって言って DeFi って言われたらちょっと困るんで、もうちょっとなんかこう芽吹いてるとか、なんかあんまみんなこれ知らねえんじゃねえか、このブロックチェーンの使い方とか、なんかそんな感じのこと言ってくれたら、すみません、ちょっと本当急な振りで申し訳ないんですけれども、そんな感じのこと言っていただけるとちょっと嬉しいなと思いつつ、ご登壇いただいた順番にちょっとお答えいただけたらなと思うんですけど、まずちょっと鈴木さんどうですか。はい、ブロックチェーンの使い方でよろしいんですかね。はい、ブロックチェーンテク用分野でなんか芽吹きそうな感じのやつ。芽吹きそう、うんうんうん、なんでしょうね。まあ、例えばですね、大きい、まあ、ちょっと私も市場規模みたいな話をさせていただいたので、まあ、少し大きな分野でっていうところで、直近ちょっと話も前に出ておりましたステーブルコインの活用事例の一つとして、直近海外で、USDC というステーブルコイン発行されているんですけど、こちらのステーブルコインをその API でつないで、その既存のですね決済プロバイダーのところとその裏側の国際送金のところをオートメーションでつなごうっていう野心的なプロジェクトを、USDC の発行元の、セントレというところが発表しておりましてですね、個人的にすごい面白いなと思っていましたと。例えばその先ほどその平野さん、発信部の平野さんからお話しいただいた通りで、その裏側のシステムっていうところにすごく金融機関がお金をかけているというのは現状すごくあってですね、かつメンテナンスとか保守とかアップグレードっていうところにさらにお金が常時ランニングコストがかかっていくというモデルの中で、まあ、裏側を例えばその国際送金の決済のところをまっすぐUSDC につなぎ込んでしまうということが、まあ、仮にそれで通るのであれば、まあ、全てが全てそれにはならないとは思うものの、非常に大きな可能性があるなと言いますか、非常に、いろんなサービスがですねコンパクトになるんじゃないかなというふうに捉えた事例かなというふうに私は思っております。ありがとうございます。では続いて渡辺さんいかがですか。そうですね、鈴木さんとちょっと何でしょう、思考性を変えると結構ガバナンスっていうところに注目しています。でパブリックブロックチェーンで一番価値が遜色する落ちるのって多分フォーク、ブロックチェーンの分岐でネットワークの、分岐だというふうに思ってるんですけれども、まずパブリックブロックチェーンですごいいろんな人が入って思想がいろいろあるからいいよねって言われると思うんですけれども、実はあんまりそれって正しくなくて、こうやってフォークがどんどん起こっていくと似た人しか集まらなくなってくるんですよね、コミュニティに。そうすると健全なブロックチェーンの発展ってパブリックブロックチェーンでは絶対なくて、なのでそのコミュニティとして発展していくためにやっぱりフォークをなくす、分岐をなくすっていうのはすごい大事なことだというふうに思っていますと。でじゃあどのように管理者がいない中でトークンホルダーが意思決定をしていくのかっていうところっていうのは、まあ多分人類がまだ体験したことない一つの何でしょう、まあ、難しい部分だと思ってて、例えば日本だったら日本人何歳以上一人一票みたいなのが決まってて、日本人が入れ替わらないわけですね、こうやって。でもトークンホルダーっていつでも簡単に入れ替わっちゃうので、今持ってるけど明日持ってないとか初めて今持ったとかあるので、そういう中でどのようなシステムに基づいて、ネットワークをアップデートしていくのかっていうところがすごい長期的に見て面白い領域かなというふうに思ってます。ありがとうございます。続いてじゃあ平野さんいかがですかね。はい、なんか、前に2人が話した後にさらにギファイも言うなとか言われるとなかなか難しいなと思っているんですけど、なんかそうするとなんかあえて言葉を広くしつつパブリックブロックチェーンと言おうかなと思います。まあ、より、今、まあ、この場でパブリックブロックチェーンというとですね、まあ、近い未来というとちょっと近い未来か分かんないですけど、
もうちょっとですね、社会的に信用のある主体からパブリックブロックチェーンが使われる未来があるだろうと思っています。で、今、パブリックブロックチェーンって基本的に僕社内でもよく言ってるんですけど、おもちゃだと思っていて、で、最近のディファイとかですね、いろんな、寿司とかキムチとかいろいろあるわけですけど、ああいうですね、おもちゃが、やり取りする世界っていうのは、まだまだしばらく、まだまだっていうと、あと 3年、4年くらい僕が続くと思っています。なかなか企業がですね、使うにはパブリックブロックチェーンってまだまだ、インフラとして足りない部分が多すぎるので。ただ、このですね、今、おもちゃ、投機でですね、扱う金額っていったのも、どんどん膨らんでいて。で、その中でですね、おもちゃがバトルテストをされて、このインフラストラクチャーがですね、しっかり成熟する中で、企業からですね、使われる土台っていうのをこの3年くらいで築いていくのかなと思っています。で、企業がパブリックブロックチェーン使うとどうなるかみたいな話なんですけど、今、企業のブロックチェーンの利用の 99.5% くらいは、エンタープライズのブロックチェーン、いわゆるプライベートチェーン、あるいはコンソーシアムチェーンなんですけど、じゃあこれパブリックブロックチェーンになったときですね、少しやや、誤解も生むような表現をすると、じゃあ例えば売りかけ債権をですね、販売するような、ものってブロックチェーンのキラーユースケースなわけですけど、じゃあ30社ポテンシャルの買い手がいる売りかけ債権販売ネットワークと条件さえ満たせばですね、無制限に買い手がいるネットワークってどっちが有用ですかと。っていうと、明らかに後者ですよねと。で、これはちょっとね、なかなか、誤解も生むような今の表現の仕方なんですけど、究極的にはこういうようなことなのかなと思っていて、そういうふうにですね、パブリックブロックチェーンが、社会的に信用のある主体がパブリックブロックチェーンを使うことを検討し始める、あるいは少しずつ使い始める未来っていうのが、これから少しずつ起きることだろうと思っています。あ、すみません、ありがとうございます。突然登場しちゃったんですけれども、ちょっとこのテーマから外れてちょっと私すごく聞きたいのが、今パブリックブロックチェーンって言われたその文脈からですね、先ほど渡辺さんがパブリックブロックチェーンで900今あるっていうふうに言われていたんですよね。この900ある、まあどれもいろんなその有名とか優劣とかいろいろあると思うんですけれども、この900のパブリックブロックチェーンって今後どうなっていくんですかね。そう、どうな、はいはい、ですね、900あるっていうのも、ネットで拾ったところなので、今正しく何個あるかっていうのはカウント不可能なんですけれども、やっぱりその中で優劣はもちろんあって、それこそビットコインに始まりイーサリアムが来てみたいなのはあります。で、個人的にはそんなに、900個も残んないだろうなっていうところは思っていて、あっても上位 の、 30とか40とかに収束していくのかなというふうに思います。で、パブリックブロックチェーン、パブリックじゃなくてもいいんですけど、やっぱりそのつながってくる未来っていうのは多分21年で最も熱いところになってくるかなっていうところは、結構確信を持っていて、例えばポルカドットだったら、プライベートブロックチェーンも、コンソーシアムブロックチェーン、パブリックブロックチェーンも全部つなげるんですね。技術的には。なので、その時、じゃあそのプライベートブロックチェーンを何と呼ぶんですかみたいな。みたいな話とかもやっぱり出てくるというふうに思ってます。で、結局、ちょっとまとめると、900あるものも、上位のものに修練されつつあるっていうのは、間違いないというふうに思ってて、で、我々もそのやっぱり使われるネットワークになるために、やっぱり、今あるマーケット、ポルカドットのマーケットで一番の取りに行くっていうところは常々考えているところです。ありがとうございます。ちなみに先ほど平野さんがパブリックブロックチェーンっていうふうに言われた、企業が使い出すだろうっていうふうに言われているって言われているパブリックブロックチェーンって何か特定なのか頭に思い浮かんで言われてたりとかするんですか。けどいろんな選択肢があるんじゃないかなと思いますね。特に、イーサリアムはもちろん。あるいは何か、コスモスなり、ポルカドットなりの、上のネットワーク上の何かとか。あるいは、イーサリアム互換を持った比較的新しめの何かとか。選択肢はいろいろあるんじゃないかと思います。なるほど。やっぱり、すごい大事なトピックがセキュリティにあるとは思いますね。はい。
やっぱりその、まあ、すごい単純化して言いますけど、そのコンソーシアムブロックチェーンで例えば、まあ、3社で組んだら2社で結託したら、まあ、覆しちゃうみたいな、例えばすごい単純化して言うと、パブリックブロックチェーンを使う理由ってやっぱそのセキュリティにあるんじゃないかなみたいなところは思います。例えばビットコイン攻撃するんだったら、それこそ数千億いくんですかね、わかんないですけど、すごいコストがかかるので、まあ、それは難しいよねって話はやっぱ増えていくかなと。ありがとうございます。鈴木さん、あの今パブリックブロックチェーンの話でちょっと私鈴木さんに聞きたいんですけど、今数多くあるパブリックブロックチェーンって結局どうなっていくような、なんかそんな風な、どんな予測ですかね。そうですね、私も結構あのお二方と近くてですね、あのまあ収束していく側面高いなと思ってますと、まあ、まず1個の視点はもうすでに今の時点でもちゃんと開発をしてないチェーンが結構多いと思ってますと、で実際まあコードコピーしてフォークすればいくらでもあのパブリックチェーン作れてしまうので、そのフォークして自分たちでノード立てるだけだったらすぐに真下からパブリックチェーンですっていう形なんですね。で例えばじゃあそれを私が明日やったところで、それ自体は渡辺さんが会社で取り組んでおられることとは全く性質が違うと思っていますと。で何かというと、そのパブリックチェーンを作ることではなくて、そのネットワークをいかにサステナブルに運営するかとか、どういう形で開発者をそこに巻き込んで持続的なあのコミュニティに対するインセンティブがあるように仕掛けるか、まあ、もしくは実際にビジネス等で使えるようなものとしてプロダクトを仕上げていくかというところがあるかなと思ってますと。でそういう目線で見ると、まあ、もちろんあの性能的に優れているブロックチェーンっていうのは数多くあると思っているんですけれども、パブリックブロックチェーンでですね、ただ実際のところそのユースケースとかあの目的に沿ってチェーンが作られているかっていうと必ずしもそうじゃないなと思っていて、チェーンが作られるブームの中でトークンを生み出したいがために慌てて作ったようなチェーンも数多くあるなと思ってますし、あのプロジェクトを立ち上げた後にコミュニティの中心にいた人たちが離反してしまっていて、もうすでに開発はほとんどやっていませんとか、まあ、あるんですけどもすごくコミュニティは小さいですというようなモデルもあると思ってます。でところが逆に一方で、先ほどちょっと平野さんの話に出ていたようなイーサリアムのところですねの上で、例えばあのベースラインプロトコルとか、まあ、いろんなプロトコルが今作られてますけど、非常にあのそういうちょっとこうパブリックチェーンならではの特性を解消しに行く動きっていうのを作れているコミュニティも少しずつ出てきているなと思っていて、全てがオープンになってしまってデータがオープンで使いづらいっていう声が通常当たり前にありますと。でそれをどういうふうに技術的に解決していきますかっていうところにトライしているコミュニティと、まだその課題意識を持っていないコミュニティっていうのは随分差が開いているなと思っていて、そこっていうのは実際ここ 2,3 年ぐらいであのちゃんとこう決着していくというか、もう完全にあの勝敗がついてくるかなと個人的には思ってます。ありがとうございます。ちょっとそろそろ時間がなくなってき、ま、あの来たのでちょっとテーマ戻りますね。今日の、この共催イベントのテーマである DX with コロナ時代における暗号資産ブロックチェーンの可能性、ちょっとこれ難しいとは思うんですけれども、ちょっと平野さんからちょっとお話伺えたらなと思うんですけど、いかがですか。まあ、なんかどんな回答を期待されてるんですか。これなかなか難しいですよね。あ、でも分かりました。でそしたら時間の関係もあるんで、あともう一個この3つ目ですね。これは、まあ、あの先ほど料理事にも聞いたんですけれども、直近 2,3 年後、まああの確かにウィズコロナ、コロナが来て全然予測できない世の中じゃんっていう、まあ、そういうのもあるんですけれども、まあ、それでも何かこう道しるべになれかいいかなと思ったのがこのお題なんですよ。 2,3 年後の暗号資産ブロックチェーンに与える影響、これいかがですか平野さん。あ、コロナが 2,3 年後のブロックチェーンに与える影響ですか。あ、ごめんなさい、ですね、1番ちょっといいです。ごめんなさい、1番いいです。あ、すみません、はい、あ、ブロックチェーンが3番です、世の中に与える影響みたいな、はいはい、すいません。ですね。何だろうな。まあ、例えばあの今お話しいただいたのも多分この 2,3 年後に与える影響なんですよね。企業がパブリックブロックチェーンを使い出すっていうのも。そうですね。とは何でしょう。まあ、もちろんあの企業としてそれぞれ各社がどういうふうにですね動くか。っていうのはもちろんあって、それはもう少しでも歩みをですね早くしないといけないんですけど、まあ、それとはまたちょっと別の話で、あの社会に影響を与えるっていうレベルまで言うと3年じゃそこまでいかないだろうと、まあ、夢のない話ですけど、そう思っています。で、まあ、
いわゆるパブリックブロックチェーンの世界はおもちゃであり続けるし、でブロック、でエンタープライズの世界においてのブロックチェーンというのは、まあ、例えば金融の話でいうと決済ネットワークであったりとかが顕著ですけど、非常に重いところに関わる話なので、それがですねやっぱりすぐに社会に影響を与えるかというと、まあ、そんなないだろうなと思っています。でただやっぱり着々と進化し続けていて、もう20年後のスタンダードであったりとかそんなのはもう決まってる世界なんで、そこに対してゆっくり歩みをつけていくといったことは間違いないんですけど、3年後社会に影響を与えるというレベルでは顕在化しないだろうと思っています。まあ、ちょっと夢のない話ですけど、でも同じですね。とはいえね、各企業がやらないといけないことはそれでもたくさんあるし、それでじゃあ3年間ですね、ぼーっとしてると、なんだろう、その後20年後にですね、一切のポジションを失うので、いろいろやらないといけないんだけど、間違いないですね。すみません、平野さん、ちょっと補足で聞きたいなと思ったのが、先ほど企業がパブリックブロックチェーン使い出すだろうっていうふうな未来言われたんですけれども、その時ってエンタープライズブロックチェーンっていうふうに今言われてるやつ、これってどういう存在になるんですかね。はい、普通にそういったものを使う企業もいると思います。どっちも使われるんじゃないかなと思っていて、まあ、特に、まあ、結局パブリックブロックチェーンの中で、まあ、どんなに使い勝手が良くなっても匿名性をどうするかの話であったりとか、より要件が難しくなるだろうってことは間違いないので、で、あるいはより高可用性があるネットワークであったりとかをさらに、その業界向けにカスタマイズしていくであったりとか、そういうような要素に関しては、まあ、コンソーシアム全然使われると思いますし、使い分けがあるんじゃないかと思います。あとは特にパブリックブロックチェーン使うのって自分は中小企業だと思っていて、コンソーシアムとか10社20社とかの業界企業がですね集まっている中で、じゃコンソーシアムこの会社加入させましょうか、どうしましょうか、どこまでを、権利持たせましょうかみたいな話とか一時やり取りしてらんないわけですよね。でそれ、まあ、より多くの、企業体であったりとか、より多くの人がつながるネットワークっていうのはパブリックブロックチェーンの世界にあるだろうと、そういうふうに思っています。ありがとうございます。では続いて渡辺さん、直近 2,3 年後暗号資産ブロックチェーンが与える影響、この辺いかがですか。そうですね、はい、ありがとうございます。僕も平野さんと結構似てるような意見を持っていて、まあ、技術っていうのはなんかその静観性的に進歩するというかは、ちょくちょくとこの、まあ、どちらかというと一時局、直線的に伸びていくものだというふうに僕は思っているので、2,3 年では、まあ変わるようであんま変わらないだろうなといったふうに思います。やっぱり、まあ、5年とか10年の世界で、まあ、先ほどのパブリックブロックチェーンとかが来ると、でその中でどれくらいのポジションを、取れてるかっていうのが、まあ、勝負になるだろうなというふうに思ってます。でこの質問にちょっとダイレクトで回答してるようで回答してないんですけど、多分ブロックチェーン自体はあんまり世の中をその、まあ、効率化するはものの、まあ、変えないだろうなというふうに思っていて、そのブロックチェーンの考え方とか思想とかまあ、それに関わる人たちの働き方とかが多分 2,3 年で大きく変わるところかなというふうに思います。例えば働き方に関してですけれども、ブロックチェーンでやってる、まあ、コアの開発者とか、まあ、オープンソースで活動している人たちって、まあ、どこにいるのかが分からないと基本的にでみんな分散的に働いてて、まあ、すごいセルフオリエンテッドで働いてると。でそれでも行動プロダクトっていうのは着々とできていきますし、まあ、そういう働き方とかがやっぱりまあ、スタンダードになっていくのかなというふうに思います、この 2,3 年でですね。ありがとうございます。では鈴木さんお願いします。はい、私はちょっとですねお二方と違うところが一個あってですね、せっかくなのでちょっとそういうのも入れたいなと思ってるんですけど、直近まあ、DeFi のブームとかで、まあ、いろんなその芋とかキムチとかですね、まあ、いろんなものが出てきましたと。で、まあ、もう本当に名前の通り、ミームって呼ばれたり、まあ、ほぼジョークみたいなものが値段がつくというようなことになっているんですけど、ICO のブームと何が違うかなっていうことを考えたときに、私はすごく進歩しているなと、個人的には思っている節もあって、まあ、決して全てのプロジェクトを評価しているわけじゃないので、そこは誤解いただければなと思うんですけど、まあ、実際その ICO のブームの時は、トークンを作るだけでしたと。で、トークンを作って、ただ勝手に先にお金を集めるという ICO をしてましたと。なので実際始まってみなきゃ分かりませんよとか、始まってみたらやっぱりダメでしたみたいなものがあって、本当にトライしたんだけどうまくいかなかったのか、
トライもしてないけど、お金持ち逃げされちゃったのか、正直どっちかもわからないみたいなプロジェクトが結構多かったなと思ってます。ところが今のそのブームっていうのは少し違っていて、そのスマートコントラクトごとコピーされてたりするので、実際にはちゃんとプロダクトとして動いてますと。実際にそこにステークをできるようなトークンがあって、ステークもできるし、まあ、もちろんコードにバグがあるとかそういう問題はあり得ると思っていて、そこにお金をかけれてるかっていう問題、また別の問題はあるんですけど、まあ、その物が動くプロダクトがようやく出てきていて、それがこう、うぞうむぞうに世界中で一気にコピーされていくっていう流れは、すごく面白いなというふうに個人的に捉えてます。で、何を言ってるかというと、多分2、3年後とかの世界で見ていると、その裏側のプロダクトをもうすでに実際に使われているスマートコントラクトを使って、サービス設計とか新規事業開発みたいなことができるような人たちが、まあ、相当ね、アーリーアダプターだと思いますけど、世界中で少しずつ出始めるんじゃないかなと思ってますと。逆に言うとそれって何を指すかというと、私がアグリゲーターっていうふうな形で書いた通りで、いくつかもう実際に使われているコードっていうものを持ってきて、まあ、それがそのプライベートにあってもパブリックにあってもいいと思うんですけど、まあ、そうしたコードを使ってかなり早いタイミングからプロダクトローンチができるというようなサービスが世の中に少しずつ出始めるかなと思っていて、まあ、それが普及するかどうかは全くわからないんですけど、まあ、そういうその通常だったら開発期間で1年かけて開発しましたっていうものが、例えばじゃあ1週間できましたよっていうふうな世界になってくると、随分世界が変わってくるなと思いますし、まあダメだったら次のプロダクトにトライしようっていうチャレンジのこうサイクルがですね、相当早まるんじゃないかな。私はそんな世界を見ております。ありがとうございます。ちょうどちょっと切れ目的には時間がいい感じになったので、一旦ここで、3人のパネルディスカッションは終了させていただきたいと思います。若手キーパーソン3人の方、どうぞありがとうございました。ありがとうございました。ございます。一旦ここでお知らせを挟まさせていただいて、で、20時から、5人で、また仲良くお話しさせていただきたいと思います。じゃあすみません、一旦ちょっとお知らせさせていただきたいと思います。ですね、ここからかな。あ、まだ質問を受け付けております。こちらで、お願いできたらなっていうふうに思います。よろしくお願いいたします。で、両協会代表のテーマは、これは、先ほど終わりました。で、お知らせなんですけれども、今回、このセミナーに申し込んでいただいた方には、両協会の、ご紹介の資料を送らさせていただきたいと思っております。で、両協会にご興味、持たれた方は、このイベントで、もしよろしかったら、ここに QR コードにしましたので、ここに、サイトアクセスしていただきますと、ちょっとアクセスできます、両協会に。もしよろしかったら、ご連絡いただけると幸いです。そして、今回のイベントに登録していただいたメールアドレスに、BCCC や JCBA の、イベントなど、さまざまな情報を送らさせていただきたいと思っております。また、こちらですね、アンケートのご協力をお願いできればと思います。こういった、皆さんのご意見、より一層意義あるイベントに、そういったイベントを発信できるように、心がけておりますので、どうぞご意見いろいろいただけたらなというふうに思います。また、アンケートを回答していただいた方には、今回 の, ご登壇していただいた皆様がご提示した資料の方をお送りさせていただけたらなというふうに思っております。何卒アンケートのご協力、よろしくお願いいたします。で、スライドですね。スライドで質問も受け付けております。ではですね、ちょっと画面の共有はやめまして、20時からと言いつつ、もう58分なんですけれども、5人の方々登場していただいて、QA タイムの方を始めさせていただけたらなというふうに思います。それでですね、まず、ちょっと私からお聞きできたらなって思っているのが、皆さんこの5人の方にお聞きしたいなって思っているのが、私あります。皆さんも多分聞きたいと思っているであろう内容です。暗号資産や
ブロックチェーンに興味を持った、またはこれにかけようと思ったきっかけ、これまず聞きたいなと思いまして。で、これどういう順番で聞きましょうかね。もう登場していただいた順番に聞いてもいいですか。いいっすよね。じゃあ広末さんお願いしてもよろしいですか。はい。はい。わかりました。これはですね、僕2012年にビットコインのことをちょっと知って、とてつもなく感動したんですね。要するにその今までこうできなかったこうその P2P によってね、そのデータの一時性とかっていうことが確認できるスキームができた場合は、これはちょっと今までのそのネットのその構造自体っていうのを変える可能性っていうのがあると思ったわけです。で、そこから当時ね、バイナンスのその CG だとかロジャーだとかカルプレスだとかこう渋谷にいたんですけど、そういうコミュニティでそのいろんなビットコイン談義とかをこうしたんですけども、その時に2014年かなの年頭に例 の, そのマウントゴックス事件っていうのがあったわけですね。でその時にこういうその、プロダクトって、結構そのいろんなストレスをこういろいろストレステストのようなイベントが起こるわけですよね。でその時にこれだけの大事故が起こった場合にそのビットコインのこうブロックチェーンってどうなるんだろうってこうブロックチェーン .info を当時こうずっと見てたんですけども、もうその全く動じることもなく正確に動きつけるそのブロックチェーンの姿を見て、これはこんなストレスを受けたとしても、ここまできちっと稼働できるっていうそのパブリックブロックチェーンの素晴らしさっていうのをこう見て、でこれは要するに本物だとストラクチャー的にで、というふうにこう思ったわけですね。それからもう一個あったんですけど、実は私イーサリウム の最初のプレセールっていうのに参加したんですね、2014年。でこの時に大体1ヶ月間ぐらいで30億円分ぐらいのビットコインが集まったんですよ。わずかそのペラ1のホワイトペーパー1枚 でこれも僕も参加してみたんですけども、これはその何だろうな、今までのその証券システムですよね、何十年もかかって組み上げたものっていうのをですね、もうそのイーサリウムのイベントを一発でこうなんか覆したというか、僕からするとそのわずか1ヶ月で30億円のその調達をグローバルで行えるなんていうのは信じられないと思ったんですけど、要するにそういうビジョンとその内容さえしっかりしていればそういうことが可能なんだなと思ってですね、これまたその僕もびっくりした出来事だったんですけど、これはこの2つの出来事からやっぱり僕はちょっと金融機関にちょっといたことがあるんですけども、今までその金融システムの常識っていうのをもう完全に覆す出来事として、もうとても記憶に残ってるわけですけど、そういうことからこうちょっと感動をしてですね、インターネットに初めて触った時以来の感動を覚えたわけですね。でこれはやっぱりもう自分でこうやらないとっていうふうにこう思ってですね、こうちょっと授業を始めたわけですけど、そんな感じです。ちょっと長くなりましたけど、はい、いえいえ、ありがとうございます。とにかくじゃあ広末さんの場合は暗号資産、仮想通貨というか暗号資産なんですね。そうです、ブロックチェーンというパブリックブロックチェーンですね、はい、うん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 、へー、ありがとうございます。では続いて平野さんお願いします。はい、私は多分かなり違うと思うんですよね。うちの会社、私がスタートしたのは22年前なんです。22年前に、XML 専業ということで、日本で最初の会社としてスタートしたんですけど、その理由は、当時まだインターネットはあんま流行ってなくて、いろんなシステムがやっぱ中央集権で、特定のプロトコルで、ローカル、プライエタリーなデータフォーマットなどで、やり取りされてないんですね。そこにサイロ化されてた。で、それを、なんとか、メーカーが違っても、ベンダーが違っても、ソフトウェアが違っても、つながるようにしたかった。分散で動くようにしたいっていうことから、実は XML に着目して、その専業で会社を起こしたんですね。で、当時のうちのスローガンが自立分散協調。
従来のシステム、僕らは階層規律統制と呼んでました。階層があって規律があって、それで統制される、うん、で僕らの目指すのは自立していて、分散していて、でも強調するというようなことが XML によって、まあ、実現できる。まあ、もともとベースはもちろんインターネットですけども、というようなところを考えて、ずっと XML ベースでいろんなものをつなぐっていう、まあ、ことをやってきました。で、ただずっとやってて、やっぱりそのネットの限界って、まあ、分散とは言っても情報の部分しかできなくて、なかなかこう価値の部分って分散しないなと、中央集権から抜け出せないなと思っていたところに、まあ、ビットコインが出てきた。ただビットコインは僕らの企業向けのソフトウェアベンダーをやっていて、僕もその自立分散協調は企業のためにやっていたので、まあ、ビットコインというものが、まあ、面白いんだけど、ちょっと関係ないな。あんまりその自分がやりたいことが関係ないなと思って見てたんですね。ところが、2013年に、アメリカに Y コンビネーターっていうスタートアップのインキュベーションがあるんですけど、そこのデモデーでですね、ある CEO が、これは、ビットコインのこの部分を抜き出して使えるんだって話をプレゼンの中でしたんですね。それで、おっと思って、そこから研究をし始めて、まあ、私、技術の方じゃないんで、うちの CPO とかに研究してもらっていて、14年に私はシンガポールに行ったんですけども、シンガポールに行って向こうのいろんな金融機関のですね、CIO とか CTO と話すと、すごい、そこを使おうということに、まあ、話したら15年に入ってからですけどね、実用、うちはまだ研究と思ってたんだけど、実用でガンガン使おうというようなことが、急に15年になって盛り上がっていて、わ、これは、思ったより早く、ということで、うちの中でも研究して、うちだけではできないんで、組む先を探して、15年に、うちはブロックチェーンやりますと、コミットしますっていうのは、上場企業で、第1号ですね。で、これは何をやりたかったかっていうと、やっぱり同じ、この分散を目指してずっと XML とかネット、クラウドやってきたんだけども、価値の流通が中央なので、ここの部分ってなんとかならないかなっていうのを考えてたのを、まあ、ブロックチェーンでできるんじゃないか。まあ、ある意味、確信をして、手を挙げて始めました。でも、上場企業なんでね、その後、新事業っていうことでは、僕が思ったからやるなんてできないんですよ。取締役会に出して、まあ、最初は私以外全員反対、正しく言うと CTO は賛成しましたけど、うち社外が持って、みんな反対でしたけど、まあ、その後説得して、まあ、半分押し切る形で、ブロックチェーン入った。というのがうちの私のです。ちなみになんですけれども、はい、ブロックチェーンってなかなか分かりにくい技術じゃないですか。メリット、価値も含めて。はい。で、先ほど、その CTO の方とお二人だけが、まあ、ブロックチェーン未来を感じられていて、社外の含めてっていうのは大体反対されてた。はい。まあ、押し切ると言いつつも、話が分かっていただかないと難しいかなと思うんですよ、進めるには。この分かりにくいものをどうやって伝えたのかなと思ったんですけれども。止まりましたかね、これ。固まってますね。これフローズンですね。固まってますね。はい。完全にフローズってますね。はい、わかりました。ちょっとすごい面白いかなと思って聞いたんですけど、鈴木さん、いいですか？じゃあちょっと平野さんに聞くのは後にします。はい。これにブロックチェーン、まあ、ものすごい鈴木さんハマってると思うんですけれども、暗号資産ブロックチェーンに。そうですね。24時間365日考えてます、はい、今。素晴らしいです。ハマりすぎだ。いや、なんかですね、本当に、はい、ちょっと自分でもおかしくなる時があってですね、うん。なんかやっぱ深夜3時ぐらいに目が覚めると、テレグラムを見ちゃうっていう癖があってですね。なんかですね、もうなんか取り憑かれちゃってるなと思って、なんかこう時代が時代だったら、なんかこう、なんかこう、いろんなところに連れてかれて、なんかこう、危ない人たちに、この子危ないんだって言われたんだろうなって、おそらく思って、うん。病気ですね。ありがとうございます。褒め言葉と違う。なんか今突然落ちました、私。平野さん、まだ固まってますね。あれ固まってる？Aは動いてないですね。
今落ちましたよ。なぜ今、生き返った、生き返った。うん、大丈夫。ちょっと平野さん、聞きたいことあったんですけれども、一旦ちょっと鈴木さんの方で、はい、ちょっと乗ってきたんで、鈴木さんが。はい、どうぞ。もう僕は、はい、はい。いいです。鈴木さん、じゃあ、よろしかったら、その、今、狂ってるわけですよね。はい、はい。はい、その狂ったきっかけを教えてください。狂ったきっかけですね。私結構実は遅咲きでというか、この業界にしては相当遅いと思うんですけど、ちゃんとブロックチェーンという分野でお仕事させていただき出したのは2017年ぐらいからでして、で、2016年まではまさにそのマウントボックスも含めて、もうニュースで見てるっていう形だったんですよ。で、以前からその P2P で、まあ、いろんな物事をそのやり取りするって、そのスカイプはじめとしてですね、ツールにはすごい興味があってですね、まあ、圧倒的にその利便性が良いよねと思いますし、まあ、いろんな意味で世の中変えるテクノロジーだなと思ってましたと。で、ただそのビットコインの値段っていうものがまあ割とニュースになってたので、当時は、まあ今ほどではないですけど、まあ、それでもなんかこう無から生まれ出されたものがこう10万円つけましたみたいな、20万円つけましたみたいな時にですね、で、うん、これは何だろうと思ってたのが正直なところですと。で、その一方で当時私はベンチャースタートアップの支援をやらせていただいていて、その時に資金調達っていうものを一つ見ておりまして、で、その時に2017年の頭ぐらいにですね、アメリカを中心に、まあ、世界各地でイサリアムの後ですね、の ICO の後、各プロジェクトが ICO をしだすというブームが起こり出してきますと、2016年後半からですね。で、ちょうど2017年の頭ぐらいにですね、そのニュースをそのテッククランチの US の記事を読んだのがきっかけで、非常に面白いなと思ってですね、まあ、そのどんな問題があるかっていうのはちょっとつゆ知らずでしたけども、とはいえこう無から始まったプロジェクトにこれだけのお金が入ったりする、しかもそのいわゆる、ベンチャーキャピタルのようなプロの投資家ではない層がですね、お金を期待値も含めてですね、出してくるというようなことはですね、しかもそれが世界規模で突然行われるというところは、何をどんな風にしたらこんなお金が集まるんだろうと思いながら見てましたと。で、まあ、あれよあれよとブームになっていって、まあ、その一方でですね、裏側でそれをコピーした、こう、劣悪なというか、まあ、ほぼお金集めだけのプロジェクトも参見されるようになってというふうな形になっていきましたと。で、その中で私は結構いろんなそのプロジェクトの方とお会いする機会があって、直接、まあ、当時日本に来られた方が結構多かったので、今はコロナでちょっと全然海外のプロジェクトの方来られてませんけど、当時結構頻繁にですね、日本に来られている方が多くて、意見交換させてもらうときに、まあ、どの方もですね、基本的に、まあ、その、まあ、いわゆる詐欺とかではないところのプロジェクトの方は、もう非常にもう天才というか、頭がいい方ばっかりだったなというふうに記憶してますと。で、その、過去、まあ、日本のスタートアップとかも含めて、いろんなその経営者の方とかも含めてお会いしましたけど、その群抜いて、圧倒的にこう優秀な方が集まってるっていうのが、ブロックチェーンの業界にすごく面白いなと思ったきっかけで、もう何をどういうふうにしたら世界中からこんなにこう賢い方々だけふるいにかけれるんだろうと、すごく驚いたのを覚えてます。で、そこから始まって、まあ、いろんな方とコミュニケーションを取りながら、まあ、ブロックチェーンの未来ですとか、まあ、実際にどういうふうにビジネスにしていくか、まあ、当時は特に、まあ、ビジネス化っていうものがもう ICO で最初にお金を集めちゃえばいいんだみたいなところが前提としてあったので、まあ、そのあたりっていうところを話を聞きながら、まあ、その先のことを考えている人たちと一緒にコミュニケーションを取っていったっていうところから非常にハマっていったかなと思ってます。それが今やもう夜中3時に起きて見ちゃうんですねテレグラム。そうですね、夜中3時にテレグラムしますし、うん、ガス代が安いと分かれば朝4時半にトランザクションを起こしたりとかしてます。タイマーでトランザクション起こしてもいいんですけど、タイマーのトランザクションでスマートコントラクト、難しいスマートコントラクト叩きに行くのがちょっと自信がないので、ちゃんと自分叩こうと思ってですね、まあ、なぜか意味もわからないんですけど、うん、トランザクションの手数料やガス代を安くするために朝4時半に起きるみたいな生活をして、ちょっとクマができて会社に行くみたいなことも多々ありました。昼間寝てるわけじゃなくてですね、はい、そうですそうです、普段の日中の勤務をする前に、まあ、ちょうど安い時間帯とか、まあ、直近ご存知の方も多いと思うんですけど、イサリアムのガス代がすごい跳ね上がっていて、もうワントランザクションするのに数千円から数万円みたいなところが一頃前というか、まあ、今でも高いですけどあったので、もうそのあたりはもう何をどうしても損をするという世界なので、トランザクションをすると、まあ、少しでも安いもので、まあ、何かできることないかなと思った時には朝早く起きてみたと、そんな形です。素晴らしい、ありがとうございます。じゃあすいません、渡辺さん、
場所が変わった渡辺さん、大丈夫ですかね。すみません、はい、オフィスが追い出されてしまったので、場所を探してここにいます。うん、はい、あ、ありがとうございます。そうですね、きっかけですよね。はい。きっかけ、それで言うと、そうですね、僕もそんなに早く入ったわけではなく、16年くらいですかね、なんですけれども、まあ、それまで海外で、まあ、NPO 活動することがすごい多くて、インドとかロシアとか中国とかで、その大学の休みとか使って2ヶ月間くらいインターンシップをするみたいなことを、ひたすらやっていました。で、当時はあんまりそのブロックチェーンとかは知らなかったんですけれども、やっぱりなんかそういうとこ行くと、やっぱ格差とか、気候の問題とか、そういうのを生で感じる機会がすごく多くて、で、まあ、こういう問題を解決したいなというふうに思い、日本に帰ってきました。で、日本で NPO で働いていたんですけれども、やっぱりなんか技術をレバレッジにして、何かしらプロダクトを作るっていう方が、まあ、性に合っているというところが分かり、じゃあ10年後なんかどこの産業が勝つかなと思ったときに、まあ、僕が20年前に生まれてた、多分インターネットやりたかったんですね。いや、今このタイミングで何やるかなと思ったときに、やっぱりそのブロックチェーンっていうのはすごい大きな選択肢の一つで、で、まさにそのまだまだ16とか17でも早かった段階なので、やっぱりそのコアの人たち、それこそイーサリアム作った人とか、ポルカドット作ってる人たちとかと、本当にデイリーとか、まあ、ウィークリーとかで、やっぱりお話ができる、かつ、つながろうと思えば、行けばつながれるみたいなのって、ここから10年後とかは多分ありえない話だというふうに思っていて、でやっぱりそういう人たちと、グローバルに、そういう社会課題とかを解決するようなプロダクトとかを作っていくっていうところが、非常に面白かったところ、かつ面白いところで、今でも、まあ、一緒にみんなで頑張っていきたいなという思ってる、そのモチベーションの源泉みたいなところだというふうに思います。ちなみに今もう、今というか、はい、日本初のパブリックブロックチェーンを作るというところまで行き着いた、行き着いたというか、はい、まあ、開発してると思うんですけれども、そこに行った経緯って何だったんですか。はい、それで言うと、やっぱり、どこの地域にも、例えばアメリカ、中国とか、あとヨーロッパもそうですけど、やっぱりパブリックブロックチェーンみたいなのがあって、でその上で開発してる人たちがやっぱりコミュニティとしてあるなっていうふうに思っていて、うんうん、で、日本がなかったんですよね。で、うん、一応世界最の経済大国 で、うん、で当時ブロックチェーンもすごい盛り上がっていましたし、うん、だったらなんかそこに作りに行きたいなっていうのが1点と、あとパブリックブロックチェーンのその収益のところで意外とその、経済収益性が合わないっていう判断をされる人も多いんですけど、実は合うんですよね。うん、で、短期で見ると合わないです。ただ長期で見るとこれは多分すごい伸びるなっていう、そこの目論見自体がやっぱりあり、で例えばアメリカ の、 ベンチャーキャピタルでアンドリーセン・ホロウィッツっていうのがクリプトファンド500億円くらい作ってるんですけど、で彼らがもうそういうのを体系化した情報でこうすれば勝てますよっていうのを出してるんで、だったらまあそれ通りにやればいいだろう、で勝てるだろうっていう、見込みがあってやってます。それ誰でも見れるんですか？それは、はい、誰でも見れます。そのパブリックブロックチェーンがその価値を生むための、うん、まあ、このステップバイステップみたいなのが向こうの人が出しているので、まあ、それを、まさに我々もそのモデルでやってますね。うんうん、あ、そうなんですね。ありがとうございます。そうですね。では続きまして、すいません、お待たせしました。平野さん。先ほどもちょっとお話は伺ったんですけれども、改めてこれにかけようと思ったきっかけで、またハッシュハブを起業されてとか、なんかその辺の経緯も聞かせていただけたらなというふうに思います。はい、そうですね、まずビットコイン自体知ったのは2013年です。で、うんうんうん、当時、貿易の会社やっていて、
主にビジネスしてたのが、マレーシアであったり、フィリピンであったりとか、あと東アフリカの方であったりとか、そういったところをうろうろしてですね、ビジネスをしていました。で、どんなことをやってたかっていうと、日本の、アウトレットうちのですね、服飾品であったりとかを、東南アジアの方に行ってたりとか、であとは向こうの国際商業見本市のですね、ブースを国内の、エンタープライズの企業の方にですね、政府の商業見本市のブースを販売するみたいな代理店やったりとか、そういうビジネスを、大学生くらいの時に立ち上げて、で、5、6年やってたんですけど、で、そういうのやってる最中にビットコインであったりとかをして、で、国際送金めんどくさいであったりとか、LC 発行するのめんどくさいみたいな世界はもう散々やってきて、であとは、なんだろう、あとカンボジアっていう国でですね、自分は、銀行口座が凍結されたことがあってですね、数百万円くらいのお金が、約1年近くですね、引き出しできないみたいな話とかもやっていて、これは なんだろう、でそういう中でビットコインのコンセプトっていうのが、ダイレクトなわけですよね。で、そこで、すごく身近に感じられたし、デジタルゴールド、あるいは、非中央集権のお金のような何かみたいなコンセプトはあってしかるべきだと思ったし、でその世界には結構かけたいなと思いました。かけたかったので、自分はその後会社売却してるんですけど、むしろその世界にかけたいから売却してるんですけど、その後自分は一個間違えていて、起業するんじゃなくてビットコインそのものに投資するっていう方法をしたんですよね。で、それは結構その後ね、3、4年くらい経って割と後悔するんですけど、で、やっぱりなんだろう、コインベースとか、バイナンスとか、2018年くらいにもめちゃくちゃ大きくなってて、で、当時ビットコインをそのものを買うか、企業をやるかみたいな、当時からもうファットプロトコルみたいな話ってなんかあったような気がするんで、2013年か14年くらいで。で、取引所やるとかないなみたいな思ってたんですけど、大変だしみたいな。けど取引所やなくても、けどやっぱり、普通に価値を生んでいくのってやっぱ企業だし、それはすごいかっこいいことだなと。で、そこやってない自分っていうのはすごい悔しくなったのが、2018年か、19年くらい。で、ハッシュアブル自体は、共同、今はコワーキングスペースだったんですけど、共同創業みたいな感じで、出資と、コミットメントを割と高めで参画して、でその後、経営体制が変わるみたいな話があって、その後ですね、しっかりこの会社を、事業として、あるいは、一応株式会社の経営は取っているんですけど、株式会社じゃないコンテキストも持ってですね、このロックチェーンを使ってやっていきたいなというふうに思ったっていうのが2019年でしたね。またまだね、そんなこと言ってもしょぼい会社なんで、あれなんですけど、これから大きくしていきたいなと思っています。ちなみに、あとあれです。あれですね、これから2013年とかに事業を始めてた、人とかに対して僕はすごい尊敬もするし悔しいなとは思っていて、広末さんであったりとかは、なんだろうな、やっぱりあの時点本当全く黒字化してる会社世界で見てもなかったんで、ペイメントプロセスのビットペイとかが、事業モデルも確立してないのが一番資金調達した会社で当時で、企業マジで先ないな、みたいな。いや、この世界でリスク取れないビットコイン買うわけないと思ってたんですけど。でそこでやっぱり、後から見ると、やっぱり本当当時、やっぱ事業してた人は本当にかっこよかったなっていうのは思ってます。いやいや、苦しみの方が多いですよ。はい、それもそうだと思いますけど。ずるいとこです。今頑張って追いつきたいなと思っている最中です。ありがとうございます。
質問も来ているんですけれども、ちょっともう一個だけ私お聞きしたいなと思ったのがですね、先ほど渡辺さんが言われてた話の中ですっごい印象的な、日本でクリプトやるのつらいっていうふうに言われてるっていうキーワードあったんですよ。でこれぜひ広末さんと平野さんと渡辺さんにちょっとこれ聞きたいんですよね。辛いですか？いや、まずちょっと渡辺さん、ね、ああごめんなさい、はい、ごめんなさい、辛いですね。広末さんはまず一番最初冒頭おっしゃられてたと思うんですけれども、まず税制ですよね、うんっていうところがまず最初にあって、うん、でクリプトの世界で勝負しようとなると、うん、収益のほとんどクリプトになるんですよね、うん、でそこにかかってくる税金の割合とか、うん、あとやっぱり自分たちがクリプトで、うん、例えばクリプトって言ってもビットコインとかイーサだけじゃないわけですよ。そのドットとかもっと台、うん、とかいろいろありますし、うん、それを受けたときに、じゃあこれは会計上どう処理すればいいんですかみたいなところで、やっぱりまだ、僕に専門性がなかった時で、今はできる人が中にいるんですけれども、うん、やっぱり一つ一つ調べてやっていかないといけない、うん、で税理士さんとか弁護士さんとかに確認してやっていかなきゃいけないっていうところは、業務そのプロダクトの外になっちゃうん でやっぱり大変だったところですね。で本来そのプロダクトにもっとフォーカスするべきなので、はい、っていうところはまあ辛いですね。すみません、じゃあ広瀬さんお願いできますか。はい、もうちょっと今僕は交換業をやってますけど、やっぱり、うん、ちょっといろんなこう事件があって、うん、でそうだな、僕はちょっとインターネットの事業すごい長かったんですけど、やっぱり金融っていう領域にこう近くなると、やっぱり、まあ、当たり前なんですけども、うん、人様のね、そのお金的なものを扱ってるとすればね、当然その規律も含めて仕組みも含めていろんなものを整備しなきゃいけないかったんですけど、これある程度時間があるとですね結構できるんですけど、うん、結構割とこう短時間にこう半年ぐらいでそういうのがすごく起こってですね、うんうんうん、なかなかやっぱりそういうものっていうのをこう短時間でやりきるっていうのはすごいやっぱり大変だったですよね、うんうん、あと今渡辺さんおっしゃった通り、やっぱりルールが一応あるんですけど、うん、やっぱり不明確な点だとか曖昧な点っていうのも結構やっぱあるわけですよね、うんうんうん、でやっぱりその最近本当によく思うんですけども、その税制改正の要望とかっていうのも3年ぐらいずっとやってるんですけど、やっぱりなかなかこう、我々事業者側としてのこう要望って通りにくい環境にあるんですね。でこれやっぱりなぜかっていうと、やっぱりこれ本当に事業者の責任なんですけど、なるほど、やっぱり暗号資産あるいはブロックチェーンとかっていうのはこれはもう社会にとって必須だっていうふうにやっぱりみんなにまだ思っていただけないっていうところが、うん、やっぱりそういうところをこう説得しきれない要因になってるんですよね、うん、だからやっぱり本当にこう事業者はそういう視点でやはりその社会にこう有用なユースケースっていうのを、まあ、僕らの手で、提示するんだっていうやっぱり志を持ってこう実現をしないと、やっぱりそういうところも勝ち取れないっていうのが本当に最近ひしひし感じるわけですよ、うん、やっぱりそういうところのやっぱりこうなかなかこう至って真面目にやってるわけですけども、なかなかこう受け入れられない、こうこれは精神的な苦しさなんですけど、まあ、こういうものっていうのはやっぱりありますよね。なのでやっぱりまあ産業のね、そういう形成の初期段階っていうのもみんなそうだと思うんですけど、やっぱりこう思った以上にこうやっぱりしんどいことっていうのは多いなというふうに思いますね、はい。ちなみに今の話ですと、まあ、ブロックチェーン、まあ、成功例っていうと、まあ、一番は多分暗号資産になってしまって、で企業使いはもうまだまだこれからだとは思うんですけれども、そういった成功例がいろいろ生み出してくると結構楽になってくる部分が多くなってくるっていうことですね。そうでしょうね、うん、みんながその社会にとって必要なんで、これっていうのはやっぱりきちっとその 社会にフィッティングさせようってなってきますので、そうするとじゃあやっぱり税制はこうしようだとかルールはこうしようとかってだんだん決まっていくと思うんですよね、うん、やっぱりインターネットの最初だってあんなの便乗の落書きでいらないんだっつって有名な経済学者だって不要論言ってたぐらいですから、まあ、そういう段階ですよね、まだ、う
でもやっぱりその必須になってくると当然ですけど、インターネット止めようなんていうのは誰も思わないわけで、大体止められませんし、まあそういうふうにやっぱりならないといかんなと思いますね。それにやっぱり時間が必要かなと思います。はい、なるほど、ありがとうございます。平野さんいかがですかね。つらいですかね。平野純也さん。私ですね。はい、はい、そうですね、まあ辛いか辛くないかで言えば、まあまあまあ、なんかイエスっぽいみたいな感じになるけど、あんま言わないようにしていて、うん、でもね、まあ、やっぱり好きなことやってるから楽しい側面もあるよね。なんか特に自分はあんまりなんかそれ辛いって言える資格があんまないなと思っていて、特にまあ、JCBA だったりとか、まあ、BGCC の皆さんもそうかもしれないですけど、まあ、税制とか、まあ、皆さん運動してるんで、僕そこに参画してないんでね、ちょっとまだ小さい会社なんで、そこに出すリソースとかちょっとまだないし、なんかここでストレートに非常にそれを言うのもあれなんですけど、そういう意味で言うと、なんか全然資格、なんかそこに文句言う資格全然ないなと思ってます。いや。あとは第2に、まあ、そもそもなんかグローバルでやる実力ないから今日本にいるみたいな面もあるんで、まあ、もちろん普通にグローバルでもやりますけどね。なんかなんだろう、まあ、どっちかっていうと自分は普通に今グローバルで勝負できる今腕力があれば、どっちかっていうとなんだろうな、人間的には日本の規制のこととか考えないで、日本の会社も一ブランチにしてやっていくような人間なんで、実力あればですけどね、今はまだないんで、あれですけど、なんかそういう人間がなんかそこに文句言う資格はまだないなと思います。でもさ、その平野さんみたいにさ、あんなその素晴らしいレポートを出してね、るんだったらさ、やっぱりこう、もっとたくさんそのお客様がいてもいいと思うんだけども、そういった意味でやっぱりこう産業がね、やっぱり、なかなかこう大きく拡大しないから、なかなか売り上げも上がんないなみたいな辛さとかあるわけじゃない。売り上げ伸びてますよ。あ、そっか。いやでも素晴らしさだったらさ、もっとたくさんさ売り上げあってもいいと思うし、多分平野さんが思ってる以上にさ、そういうだから産業自体をもっとでかくしなきゃいけないね。まあ、確かにあれなんですよね、ブロックチェーンってアーリーアダプターの方々もかなりのめり込んでいるすごい魅力のある技術だなと思うんですけれども、裾野が本当まだまだですよね。そこを広げる努力っていうのがやはりすごく協会には求められるのかなっていうのは思います。なのでもう本当にあれなんですよ、このイベント聞いててすごく思うんですけど、果たしてこの話どの程度の方々が分かるのかなっていうふうに思うぐらい難しいキーワードバンバン出ちゃってるなっていうのはちょっと正直なとこ思います。すいません、ちょっとこんな意見なこと言ってもしょうがないんですけれども、すいません、じゃあ質問ちょっといくつか来てますんで、ちょっと、読み上げさせていただきたいと思います。中国は国家と民間、これ多分民間企業だと思うんですけれども、が一体となっています。日本が対抗する方法について見解があれば教えてください。これは平野陽一郎さん、まずちょっとなんか私話を聞きたいんですけど、いかがですか。私ですか。はい。これこそ平野さんの純也さんの。あ、平野純也さんですか。ちょっと私平野陽一郎さんに聞きたいです。対抗する方法ということで言うと、例えば習近平さんがね、おととしの10月にやるぞ、ブロックチェーンでやるぞみたいなこと言うと、もう中国中の IT 企業が定款にブロックチェーンって書き込むみたいなことがね、翌月とかにバーッと起こるわけですよね。それぐらいその中国って政府がやることっていうものの影響が大きい。これは多分ブロックチェーンに関わらずだからそういうことに出たんだと思いますと。で、まあ実際そこに対していろんな人物金つぎ込むんで、まあ今やもう正直全然ちょっと様子が違いますよね、日本と。で、私たちも私たちの BCCC も
やっぱり国を挙げてブロックチェーンというものを旗揚げして、これで進めていくんだと。今まで IT っていろいろやっぱり負けてきているし、フォロワーでしかないんで、そういう、まあ、中国みたいなことできないのっていうんで、まあ、内閣府とかに言ったことはあります。ヒアリングさせてくれって向こういらっしゃるんでね、いろいろ言うんですけど、面白いことに話聞かせてくれって言って、僕らが言うと、いやそれは難しいって言われるんですよね。これっていや話聞きたいんじゃなかったのってねでこういうアイデアとかも、それこそ安倍さんがね一言言うとか、これだってやっぱり日本でも、まあ、中国で何にしても影響はあるだろうし、いろんなことはできるんだけど、いろんなアイディア出す。うちもそうだし、JBA さんだって、うん、題しても、いや、それは難しいみたいな話でね、かなり、まあ、追いつかないどころか、なんだろうな、やる気をそがれるようなとこであるんで、日本が対抗する方法って、すぐには思いつかないというのは、まあ、正直なところですね。それよりも、さっきちょっと言ったけれども、まあ、実際に発奮して、僕は別に日本が勝っていく必要は全然ないと思うんですよ。まあ、だから J 入れてないと思うんですけど、団体名。ブロックチェーンが世の中普及していけばいいん で、日本が遅れるんであればそれは不幸なので、まあ、中国でもアメリカでもどこでもいいんで、台頭して、やっぱりやらなきゃって、外圧でもいいから普及する。ようなことになればと思いますね。役人の人たちってすぐ国益とか言うんで、でもね、ブロックチェーンって国益僕は関係ないと思ってるんで、うん、だからそういうその国益だとか、その昔ながらの地理的なボーダーだとか、そういう人たちがまだ牛耳ってる以上、なかなかこれね難しいな、うん、遅れないためには外圧だろうなと。あとは、僕がさっきちょっと言いかけたことで、エンジニアっていうのが常に未来が見えてる、 IT に関しては、うん、と考えてるんで、見えてるエンジニアの人が技術だけはしっかりと参加をして、そういう、こう産業のムーブメントが起きたときにすぐできるというのはしておくとはいいと思いますね、はい。となるとやはりあれなんですね、日本がその外国と同じレベル、まあ、特に中国と同じレベルに持っていくために、うん、まあ、いろんな難しい要素が絡み合って今の状況が出来上がってしまっているので、まあ、そんなに、うん、一足飛びにできるわけではない状況だっていうことなんですよね。ないし、そのなんで国をそんなに気にするんだろうっていうのは、なんだろうな、うん、それ産業的にはもしくはビジネス的にはもちろん国の枠組みってあるんだけど、そのブロックチェーンの普及だとか、うん、そういうのって、まあ、インターネット見てみても別に日本が何かやったから普及したってのはほぼないわけですよ。どっちかっていうと NGN みたいなので邪魔してダメだって言ってやったんで、まあ国っていうのを考えれば、日本の今の体制だと、まあ、とりあえず骨太の方針とかに入れて、あとは邪魔しないでくれって、そんな感じですかね。なるほど、はい、分かりました、ありがとうございます。平野純也さん、いかがですか、この中国国家の、ね、はい、なんか書いてましたよね、平野さん。そうですね。なんかよく書いてましたね。なんかそうですね。また対抗する手段みたいな話で言うと、まあ、なんかそんな、まあ明快な答えは全くないですと。で、ただ、まあ、なんか対抗するみたいな、今問いにあえて答えるのであれば、まあ、こういった今中国の今やってるようなですね、同じような土俵で戦うことはまず考えちゃいけないなと思っていて、今、中国の、まあ、ブロックチェーン、あるいは、エンタープライズのブロックチェーンって、エンタープライズのブロックチェーン、とにかく、まあ、時間かかるであったりとかいうのって、結局、複数事業者間で使うネットワークなので、複数事業者間で合意形成であったりとか、今、既存の社内システムにどういうふうにつないでいくかであったりとか、まあ、そこをしっかり合意形成するのが、とにかく時間かかりますと。で、まあ、なんかもう想像すればすぐ分かるけど、これってこんな合意形成ってもう
日本とかめちゃくちゃ苦手そうじゃないですか。なんか業界内で、1位、2位、3位、4位くらいの企業が集まって、じゃあこれみんなでやればここ効率化できますよねって言った、なんかそのくらいのところはできても、じゃあ実際手を挙げるって、実際やるってなったら、まあ、いろんなものの調整が必要で、その調整めちゃくちゃ苦手な国は日本ですよねと。で、じゃあこれじゃあに、中国の話で言うと、じゃあもう国が挙げているんで、あ、じゃあもう問答無用でやりましょうみたいなところが、まあ、うん、まあ、そこの合意形成のステップが、まあ、日本企業がなんか2年くらいかけてやってるような合意形成のステップが1週間くらいで行われると。で、まあ、今、まあ、売りかけ債券のネットワークとか、まあ、今も日本円にして数兆円どころか十数兆円のトランザクションがこれまで累計でいると。で、まあ、そういう世界で、まあ、これ絶対同じ世界で戦うべきでもないし、なんかどんだけ日本で国、じゃあ、国が上げたといったって、同じようなスピードで合意形成を行われるかって、絶対そんなことないと思うんですよね。なんかもうちょっと違う発想するべきだと思っていて、うん、まあ、その違う発想のなんか、方向性みたいなものは、まあ、あんまり明確ではないですけど、なんかさっき自分が話したとき、まあ、パブリックブロックチェーンとか、そういうネットワークとかを個別の企業で形成しない。中小企業とか向いてるよねみたいな。なんか、いちいちこのネットワークをみんなで使いましょうっていう合意形成すること自体が、向いていない国民性だったりとか、あるいは、まあ、まあ、そもそも結構ナンセンスなことだなと思っていて、なんか、誰もがロジックを一回共有すれば、そこのパブリックブロックチェーン上で、売りかけ債券の販売ができたりあったりとか、まあ、何かしらの、商取引が行えるであったりとか、うん、ネットワークをもうコンソーシアム作らずにですね、コンソーシアム作るっていう行為が苦手なんで、多分日本は、うん、そういうようなこととかを考えたりはたまにしますね。ちょっと今ので一言いいですか、うんうん、ね、今回デジタル庁って話があって、うん、ね、今合意形成の話あったんですけど、いやこれデジタル庁ってもしかしたらブロックチェーンのね、普及のチャンスかもしれないと思って、僕自民党のちょっとそういう系統の人にアクセスしたんですよ。うん、ね、ただ、デジタル庁多分その方向なんだけど、作るのに2年かかる、最低2年かかるって話でブロックチェーン2年後どうなってますかっていうことでああまあデジタル庁大して期待できないなっていうは今ここって、ああそういう話なんですか。何に2年かかるんだデジタル庁作るのにだから合意形成をあそこだからほらまたなんとか委員会とか調査会とかその作るわけですよ。それも省庁利害を調整しないといけないですからね。うん、うん、いやもう多分そうなんだろうなって思う。まあ、じゃあそこはあれなんですね、中国のようにトップダウンなんていうのはいかないんですもんね、まあ、もちろん日本のこの政治っていうのはそんな簡単じゃないですもんね。大統領制じゃないので、うんうんうん、まあ、中国は共産だし、うん、まあ、日本はちょっとそれはいかないですね。わかりました。この中国のお話は広末さん何かご意見あったりします？この日本が対抗する方法、見解があれば教えて、まあ、この人はやっぱり日本やっぱ盛り上がってほしいっていう気持ちで多分これを聞かれてるんだとは思うんですけれども、まあ思いはそうですけども、まあ、平野さんおっしゃる通り、うん、まあそもそもちょっとこの領域とかっていうのはそういうその国家単位とかのその統制だとかガバナンスっていうこと自体にもね、こうちょっと問いをかけるようなところっていうのがあるので、うん、まあ、そういった意味では確かにね、平野さんおっしゃる通り別にその国単位でっていうふうには思うもののですね、やっぱりこうちょっと日本人としては、うん、まあ、日本も頑張りたいなみたいな、うん、そういうのはあるので、うんうんうん、何かこう日本がねこういうその国家としてそのまあちょっとテーマとして挙げてね、こうちょっと産業がこう盛り上がって、まあ、日本からもこう世界でねこうやれるようなその有力なプレイヤーっていうのがいろいろ出てくればいいなっていう希望はありますね。うん、
やっぱもう 国で何かやるんじゃないし、さっきやっぱコンソーシアム苦手って話もあったし、やっぱ組んでやるんじゃなくて、こう、あの本当にとんがった人が出て、それが世界中で使われてるって。だって渡辺さんのプロダクトとかブロックチェーンズはそうじゃないですか。そういうこう、世界中で活躍するエンジニアとかチームっていうのが出るっていうのが、まあ日本的なちょっと生き方じゃないですかね。日本っていうのを考えるんだとしたら。なんか国を挙げてってね、ちょっと20世紀型ですよ。確かに。そうですね。ちょうど僕もそれを言おうとしてて、一日本国民として客観的に見るのであれば、やっぱりそのトップダウンか、それともその調整型かみたいなのだいぶ違うなというふうに思ってて、まあ、厳しいかなという思う一方を、まあ、一企業家としては、その、まあ、何において対抗するかの問題ですけど、もう中国で、中国のプロダクトよりも使われる、まあ、日本発のプロダクトを作ればいいかなというふうに思ってます。まあ、あまりその国とかってブロックチェーンやってる人たちはあまり関係してないと思うので、ただただその中国のユーザーに使ってもらえるようなプロダクトを作っていきたいなっていうふうには思ってます。ありがとうございます。ではちょっと続いて次の質問です。これぜひ鈴木さんに聞きたいんですけれども、昨今 DeFi 界隈ではステーブルコインを活用したファーミングが活況している状態なんですけれども、どのようにお考えでしょうかって書かれてるんですが、まあまずね、これイールドファーミングって結構なキーワードなんですけれども、これいかがですか？多分ちょっと前提となるものをちょっと補足させてもらってから回答に移るかなと思ってます、はい、ぜひお願いします。まあ、DeFi で言っているファーミングっていうのは、まあその農業とか農家みたいなところから来てるんですけど、まあ、収穫になぞらえて、まあまあ、ある特定のルールに沿って、まあ、トークンをロックしたりする、スマートコントラクトにですね、ロックしたりするとですね、ロックした量とか期間とか、まあ、条件によって、まあ、一定の次のトークンというか、そのロックしていることに対する成果報酬みたいなトークンがもらえますよというふうになってくるというような仕組みになっていて、まあ、そこの中の一つに、ステーブルコインが活用されている、プロトコルですね、カーブとかがそうだと思いますけど、そういうものが DeFi 上で現れているという話をご質問の方はされていらっしゃるかなと思ってますと。で、どのようにお考えかと言われてもですね、難しいんですが、まずステーブルコインって一括りにしてるんですけど、ステーブルコインってなぞらえているものも随分モデルが違っていて、それをきちっとそのまずその、まあ、ご自身がその投資されるかどうかっていうのはさておきですけど、まあ、ものとして見るにしても同じ一括りで見てしまうのはちょっと危険だなと個人的には思ってますと。で、例えば、まあ、テザーなんかは、まあ、以前から噂としては発行量に対して供託金が足りてないんじゃないかという話もあったりして、まあ、それ自体が事実かどうかっていうのはまたきちっとした証拠が出てくると分かると思うんですけど、まあ、そういうのは噂は出ていますと。で、例えばじゃあ対してメーカー DAO の DAI って言われるような分散型の発行をしているステーブルコインと呼ばれるようなものはですね、まあ、1ドルに近づけようとしてはいるものの 1.0 ドルにはならないという仕組みになっていて、やはりそのどうしても 1.1 ドルになってしまったり 0.98 ドルになってしまったりという変動をしてしまったりしていますと。で、当然国際的なその決済とか貿易で使われたりしている方はご存知だと思いますけど、まあ、1ドル動くと大惨事っていう世界、往々にして実ビジネスの世界ではありますという中においては、まあ、多少の誤差なら許されるみたいなものはもう当然ないわけで、実際それがどんな場所だったら使えるかとか、どんな風だったらそういうモデルが許容できるリスクとして認識できるかっていうのは違う論点としてあるなというふうに捉えるのがいいんじゃないかなと思ってますと。なので、まあ、そのステーブルコイン自体がどんな性質だとか、どんな用途だとか、どんなような思考で作られていて、どんな人たちが何のために使っているのかというところを紐解いていかれると、本質的なものが見えるんじゃないかなと、個人的には思っています。うん、回答としてはいいですかね。ちなみに、鈴木さんはこのイールドファーミングのこういう状況っていうのは異常と思われますか？いや、決して異常ではないと思います。ただ、ただすごくイージーにこういうプロダクトがどんどん作れるようになったってことは、ある種のイノベーションだと思いますし、ある種のこのイノベーションに起きてくる、まあ、最初の課題だと思ってます。皆さんが同じように同じコードをコピーして、同じようにその、パラメータの位置だけを少しいじって、トークの名前と発行数量とか、その、放出タイミングをずらしていくと。例えば1週間限定ですごい多くの枚数を配りますよ。だから1週間内をロックしてくださいねってモデルが出たら、それを横目で見た
開発者の人は、じゃあ1週間7日だと多いんだと、我々じゃあ5日にしよう、4日にしよう、うん、まあそうやってそのどんどん競争優位性が横で作られていくというふうになっているって思っていて、まあ、これ自体が健全な競争かという説はあるんですけど、まあ、少なくとも、まあ、これは必ずしも絶対通る道だろうなというふうに捉えています。でこの中でどういったプロダクトが本当にその1ヶ月2ヶ月3ヶ月6ヶ月1年と使われていくようになるのかっていうのは、ちゃんとそれは別の視点を持ってみた方がいいかなと思っていて、その本質的にコードが安全かっていう監査をどこまでちゃんと受けてるかとか、そのアップグレードがどこまでできるか、そのそもそも権限がなくてアップグレードがそもそもできないような仕組みの方がかえって安全な仕組みなのか、コード監査を受けてですね、もしくは権限を一部持った人たちがそのコードを、さらにアップグレードできるようにしている方が、まあ、何かバグが起きた時に対応できるのか、そういうようなところはこの後問われてくるんじゃないかなというふうに私は思ってます。うん、ありがとうございます。ではちょっとすみません、続いてもう時間がなくなってきたので続いての質問ちょっと触れさせていただきたいと思います。これちょっと渡辺さんぜひ聞きたいなと思ってるんですけれども、ブロックチェーンの収益化はどのようなところから生まれるのでしょうか。これ多分、まあ、渡辺さんちょっと触れてましたよね、短期的にはあれなんだけど長期的には、まあ、ある程度収益化見込めるみたいな、はい、そこら辺もうちょっと詳しく聞けたらなと思ったんですけれども、はい、これはアンドリーセンホルイッツというクリプトの VC のパクリなんパクリというかそこから学んだことなんですけれども、うんうんうん、まずその今までの既存のサービス、まあ、例えば Facebook とかと、まあ、そのブロックチェーンの、まあ、ここではレイヤー1、我々はレイヤー1作ってるのでレイヤー1にするんですけれどもの違いって、今までの会社がその独占的なデータの所有、そのユーザーから得た独占的なデータと、まあ、独占的なパートナーシップからもたらされる収益っていうのが、まあ、非常に多かったと。で一方でそのブロックチェーンっていうのは例えばレイヤー1であれば、まあ、基本的にオープンで誰でも見れて、別にそこのデータに競合優位性はないんですよね。集められる、みんな見れちゃうので。じゃあ何が、競争優位性を生むかっていうと、そこに乗っかってるトークンが、まあ、価値を生む源泉になるので、例えばネットワークが100億円になれば、その、まあ、トークンのエコノミクスで自分たち何パーセント配分するかでそれが10億円とかになると。でそれをまた違うところに使っていく、これがグローバルでいう例えばコンセンシスとかパリティとかあとブロックワンとか、まあ、ものおののでっかいプラットフォームの一番裏にいる一番でっかい会社がみんなやってることで、それを我々自身も今やっていきたいなというふうに思っています。で我々の作ってるネットワークも将来的に大きくなっていくつもりなの でその裏で一番でっかいプレイヤーになっていくと、いったことをしていきたい。でかつそれを徐々に影響力を減らしていって最終的には DAO にしたいなというふうに思ってます。で、まあ、大事なのが多分強いチームがいること、でそこにアーリー投資家のマネーが入ってくること、でそれが、まあ、トリガーとなって、マイナーとか、まあ、第三者のそのインフラの人たちが入ってくること、でネットワークができるとその上にダップス作る人が出てくると、でそれがまた人を集めてまたその上のダップスでこうぐるぐるとサイクルが回っていくことがやっぱりブロックチェーンの中での収益化の方法、そのためにやらなければいけないことみたいなトゥードゥなのかなっていうふうに思ってます。ちなみにその強いっていう意味合いはやはりネットワークなんですか、まあ、人がどんだけ集まってくるかっていう。そうですね、その、うん、今ではその開発者の数とか、うん、質、あと、まあ、開発の速さとかですかね、うん、あとどれだけノードが立ってて、まあ、どれだけどういう人たちにバックアップされてて、うん、あと、まあ、どれだけユーザビリティが高いのかみたいなところが大事なのかなというふうに思ってます。うんうんうん、じゃああれですね、もう近いうちにはプラズマネットワークがイーサのようにそこまで分かんないですけど、まあ、うん、1000億円は目指したいなっていうふうには思ってますね。それができればやっぱり、まあ、鈴木さんとも前回実は個別で話してたんですけど、うんうん、やっぱりそういう前例作っていきたいよねっていうのはあって、まあ、そういうベストプラクティスが一つ示せれば、うんうん、あ、じゃあそういうやり方あるんだと思って、うん、じゃあ例えば法律はこうなってるからこうして、税までこうなってるからこうして、まあ、そうですね、こういう人たちとつながってるからこういうインベスター紹介してとか、うんうん、しかも僕が一回
成功してればその次に投資するとかでもいいですし、そういうサイクルを回すのが大事だよねっていうのは話してましたね。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。では、そろそろお時間なくなってきましたので、ちょっと締めの、言葉、皆さんにいただけたらなっていうところで終わりにできたらなって思うんですけれども、なんか、どんなテーマにしましょうかね。なんかまあ、私が単純に聞きたいのは、まあ、皆さん、ビジネス進められているっていうところもあるので、なんか、そういったところで、自分はまあ、なんか、今後、どういうふうにやっていくんだみたいな感じの、なんかそんな内容をちょこっと聞けたら私はなんかすごく嬉しいなとかっていうふうに思ったんですけれども、こういうふうなことをやるんだでも、こういう目標があるんだでも、何でもいいんですけれども、今後どうなっていくんだみたいな、ブロックチェーンのブロックチェーンがどうなるでも別に構わないです。なんかその未来のなんかこう、こういう時代なんで、なんかこう期待が置けるような言葉を皆さんからいただけたらなっていうふうに思います。鈴木さんからお願いできてもいいですか。鈴木さん、登壇順で渡辺さん、平野純也さん、で、あと広末さんで、最後に平野雄一郎さんでお願いできたらと思います。じゃあ鈴木さんお願いします。はい。そうですね。まあなんかちょうど質問のところに、なんかこう、この、課題感や見通しがあればみたいな話もあったので、合わせてなんですけど、まあ、やっぱりその、さっき渡辺さんが話されてた通りで、まあとにかくもうトライするしかないなと思ってますと。で、やっぱりその、日本のコミュニティの中にいると、やっぱそこの中でどうやっても、まあ、こう、少しこう発言すれば有名になれたりすると思うんですけど、必ずしもそれだけが答えじゃないと思っていて、ブロックチェーンは完全に国境を越えているネットワークだし、コミュニティ自体も完全にグローバルで立ち上がってますと。で、そのどれだけそのグローバルなコミュニティとか、そのハイレベルなところに頑張って食らいつこうとするかっていうところが、分かっているなと思っていて、私はもう本当にそこだけだなと思ってます。なので正直言って自分も含めて日本のコミュニティを引っ張ってる人たちって必ずしも英語がペラペラじゃなかったり、留学の経験がなかったりとか、もしくはその、まあ、コミュニケーション自体もそんなに得意としてないって方も含めていらっしゃると思うんですけど、それでもその人たちが最前線を張ってたいなってずっと思っているのは、それだけの熱量があるし、そこに食らいついて自分も一緒にビジネスやりたいなとか、同じレベルで物事を決めたいなっていうのがすごくあるからだと思ってますと。私はなんかそういう未来がすごく面白いなと思いますし、だからこそ、この業界に絞って特化して働いていったり、キャリアを作ったりすることが面白いなと個人的には思っているので、まあ、そういう人たちとより今後もつながっていきたいなと思いますし、合わせて言うなら、さらに、まあ、今日若い方という、まあ、テーマでいただいてますけど、さらに若い、まあ、なんだったらアンダー20みたいな人たちがもうバンバン登壇していくような時代に早くなってほしいなと思っていて、まだこんなこと言ってるんですかとか、もうこんな技術全然枯れましたよとか、早くそういう話をどんどんキャッチアップしてきて、もう最新の学術論文読みましたかって詰められるような、そんな形にどんどんコミュニティが育ってくると、成熟した社会になっていくかなと思いますし、私はそういうのをすごく望んでます。ありがとうございます。では、渡辺さんお願いします。はい、ありがとうございます。鈴木さんに結構言われちゃったかなって感じなんですけどやっぱりなんか結構今までやってきて学んだ一つの大きなことが、周りからなんか無理って言われてるけど、実際やってみたら意外と簡単にできたなみたいなこととかって、意外とそれブロックチェーンに限らずあると思うんですよね。例えばシリコンバレーで働かせていただいてたこともあるんですけれど、その時に学生でスキルないのに無理だよみたいな大人言うわけですよでも普通に100件とか200件メール送ったら3件くらい返ってきて、でそこで面談して、まあ、なんとか資料を作ってたら取ったりすることとかもあると。でそれって、まあ、このブロックチェーンの今のこの話でもそうだというふうに思っていて、いろいろ制約ありますけど、でその中で実際にまあやってみる、でしっかりまあ結果出すっていうことが今、個人的になテーマでもありますし、まあ、それをやっていかなきゃいけないっていう、一種、使命感に近いところも感じてたりするので、で、まあ、これから、この、僕の下に続く人たちも多分いっぱい今後出てくると思うので、でその時にしっかりこういう結果残して、まあ、こういう、じゃ投資家紹介するよとか、これはこうしたらいいよとか、いろいろベストプラクティスを共有できるように、まあ、今、頑張っていきたいなというように思ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。では平野純也さんお願いいたします。はい。
まあ、今日とかもなんかね、こういうイベントとかが、まあ、ブロックチェーンのイベントって、なんか、めちゃくちゃたくさんあって、国内外で。まあ、いろいろ喋ってるんですけど、なんか多分10年とか20年の大きい枠での未来ってもう決まっていて、まあ、まあ、信頼するためのネットワーク、つながるためのネットワークっていったのが、まあ、自然に社外に溶け込んでいて、もうそういうのが前提として、各産業が入れ替わって、で、ソフトウェアがお金を稼いで、ソフトウェアをガバナンスするための、アセットがあって、で、まあ、プログラマブルマネーであったりとか、まあ、グローバル制度が流動性も、金融流動性を持ってるとか、まあ、そういう世界観ってもう確定した未来だと思っている、いますと。で、まあ、僕たちは今、もうそういうのって当たり前に世の中にあるよねっていった世界を見据えて、今、まあ、事業を作ったりとか、やっていきたいなと思っています。うんうんうん、で、まあ、あとね、その、まあ、その10年、20年、向かう世界の過程で必要な事業っていうのもいくつかあるので、そういったものもやっていきたいなと思っているっていった感じです。で、まあそうですね。まあ、なんだろう。採用アピールばっかはしてるけど、めちゃくちゃ人が足りてないんで、一緒にやりたい方はぜひお声かけください。はい。ありがとうございます。では、広瀬さんお願いいたします。はい。若手の、イケイケの若手のお三方の発言聞いて、おじさんはどうしたらいいんだろうっつって結構へこんじゃったんですけど、本当にこう新しい産業っていうのはこうね、いろいろこうなんだろうな、壁もあったりとかしますけど、やっぱりすごくやっぱ楽しいし、自分もこう新しいね、本当にこう若手の方々たちと一緒にやってて、こうすごく学ぶこともあるし、すごい楽しいで、しかもこうちょっとちょっとだけ若くいられる かもしれないみたいなのもあって、すごく刺激を受けてます。でやっぱり僕今その JCB の会長とか、あるいは会社の方のですね、代表ってもやってるんですけど、やっぱり思ってることっていうのは、やっぱり関わる、この産業に関わる方っていうのが、やっぱりこう胸を張ってプライド持ってこうできる産業にしたいっていうのが、ここ数年間一貫して思ってることなんですね。やっぱりなかなかこう技術がこう難解だとか誤解されるみたいなことっていうのをずっと繰り返してきているので、やはりそういうふうにちょっと肩身の狭い思いをしている人たちっていうのも結構いるんじゃないかなと思ってるんですね。やっぱりその自分たちも含めて、やっぱり早くそういうものっていうのを解消して、堂々と俺は暗号資産だ、ブロックチェーンだって言えるような業界にしたいなというふうに思います。でそのためにはやっぱりさっき申しましたけども、やっぱりその社会に必要な、これはやっぱり証明しなきゃいけない、でこれはやっぱり事業者みんなに果たされた命題だと思ってるので、僕らもこうおっさんパワーでちょっと負けないようにですね、そういうものっていうのを形できたらなというふうに思ってます。はい、以上です。ありがとうございます。では最後、平野陽一郎さんお願いいたします。はい、本当皆さんありがとうございました。僕がやりたいことはですね、まあ、さっきも言ったんですけど、その自立分散協調型の社会を作りたいと。ここまでネット、クラウド、ソーシャルみたいにいろいろ出てきて、僕は実はブロックチェーンはそのためのミッシングピースを見つけたって思いなんですよね、2015年で、まあ、それをやっていきたいっていうのが、まあ、僕の本当の思いです。だからそのためにやっぱ普及啓発していく必要があって、今 BCCC やってます。私はもう今40年近いこの IT 業界の、まあ、仕事をしてきた歴史の中で2つだけ自分で手を挙げて作った団体があって、その1つが XML、 もう1つがこのブロックチェーンなんですね。ここから10年間かける価値のある技術だと思ってるし、まあ、それがなくては僕が考えてる夢は実現できないなってんで、まあ、推進していきます。で、まあおっさん若手のコンテクストで言うと、おっさんのですね、やっぱり価値は既存の人たちと話をするのが
なんか、それなりのいろんなテクニックがあって、なだめすかしたり、まあ、ちょっと機嫌取ったり、まあ、そんなことはね、多分ね、おっさんの方が得意なわけで、ね、そういうのうまくこう、使いながら、若い人たちがガンガン行く。僕だってやっぱ10代、20代もガンガン、まあ、コーディングしてたんで、まあ、そういうその、おっさん、若者、若手連合で、ちょっと日本のブロックシーンをね、盛り上げられたら楽しいなというふうに感じてます。いや、今日は本当楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。鈴木さん、渡辺さん、平野純也さん、そして両協会代表の方々、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。4分ほどオーバーしてしまったんですけれども、そして、皆様長時間お付き合いいただきましてありがとうございます。日本暗号資産ビジネス協会とブロックチェーン推進協会による初のイベント Go to Next ブロックチェーンですねはこれにて終了いたします。両協会への入会ぜひご検討よろしくお願いいたします。ありがとうございました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 。最後にアンケートですね。アンケートをぜひご協力お願いいたします。あとお知らせにこの QR コード出てます。連絡先、両協会の連絡先、もしご興味ありましたらこちらからお問い合わせいただけると光栄でございます。では皆さんどうもありがとうございました。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 こちらは1分後ぐらいには締めさせていただきます。ありがとうございました。